なんかね、ワドを押してくれているリスナーさんの総称のことをね、旅団っていうふうに、もう名乗って、だいぶ時間が経つんですけど、なんかね、旅団のメンバーが喧嘩してるんですよね、いつもいつも。もうなんかお騒がせをしているんですけれども。なんか、俺も全然追っかけてないかわかんないけど、レクチ君って言って、最近生主になった、もう古いリスナーさんがいんのね。俺がアイテムタイムとかエンディングの時に音楽流してるんですけど、そのメタルの音楽を作ってくれたリスナーさんで。で、バンド活動も応援してるんですけど、なんか、レクチも生主になって。で、レクチの枠は俺の悪口合戦みたいになってるらしくて。よくね、リスナーさんからポンプが飛んでくるんですよ。鳩が。伝書鳩が飛んできて。なんかお前の枠で、お前の話題でレクチの枠荒れまくってるぞ、つって。知らん知らん、つって。はい、クミタはまだつ。メグちゃんはまだつ。よろしく。まあ、で、今、レクチから、まあ、先ほどの枠では怖い話やってたんですけど、タイトルをね、変えて、旅団のレクチが話があるっていうタイトルに。ああ、全然いいよ。いや、放送中だったら全然いいのよ。プライベート、俺の眠りを妨げるなっつってんの。俺、放送だったら別に構わないから、どんな凸でも受け付けるよ。どんな質問だろうが、どんな悩み相談だろうが、全然受け付けますよ。なあたろワドツー、いらっしゃい。まあ、いつでもタイミングがいい時にかけてきて、レクチ。前からそう言ってるだろうっていうね。古参なんだからわかるでしょ。レクシ君からの電話を待ちましょうか。あ、もしもし。おい、お疲れ。あ、お疲れ様です。えすいい。いません、企画中に、や、雑談企中画ではにない申しよ。訳ないです。全あ、然全然。何、終はわるい。タイミング待ってたの？ そうですね。ちょっと、いつとつかけようかって、ちょっとタイミング測ってたんですけど、ちょっと、さすがのタイミングだったか雑ら、談中ちょうどだったの話がで、い終わっ、つ、はい、この後なんか、とつまちとかやる感じだったら、また、その時にでもかけようかなと思ってたんですけど。あ、いいよいいよ。俺は、あ、放は送い。中は、どんなはい。凸でも、まあ、話遮るようだったら5分後とか言うけど、基本的にはあ、は誰かい。らの凸も受け付けるようにはしてるから、あ、放送中わだっかりたまらした。ね。じゃあ、すいません、ワドさんリスなのから、ちょっと自分の勝手な都合で、ちょっと上がらせていただいたんですけども、ワドさんの方もありがとうございます。お時間割いていただいて。もう全然全然、はい。いいよ。え、なんだっけ、こはのい。前、なんか、電話かけてきたの、何日前のことだったっけ、あれ。ですね、僕もちょっと記憶力がちょっと弱いので、た だ、ちょっと待って、いつ2、だったかな。3、2日前、3日前ぐらい。ちょっはとい。待って、今調3べ日るわ。前だ。3はい。日前だったかな。ちょっと待ってはい。ね。レクチ。あ、いた。着信があったのは、ん？今日もかけてた？いや、今日はかけ今日てかけてなない。いです。はい。水曜日だから、8月の9日の夜にかけてるわ。水曜あ、日、じゃあ28日月の前。9、そう、2日前だね。2日前そうのです夜ね。はにい。なんか電話があって。その時と何？内容は一緒なの？話題は。そうです。その時と一応内容は一緒なんですけども、まあ、これ、放送上だからネタだとか、そういうのでは全くなく、い自や、分の、レクチ、はまい、ずね、はい。その考え方が間違ってて、いはつい。も俺口酸っぱく言ってるじゃん。はい。もう配信者になったら人生全部ネタなんだって。言ってた意味がようやく分かってきたろ。配信者になると。正直、そこに関してはちょっとまだ自分、その境ど地こままでではがネ達してタで、ない。どこまでがガチなのかという、境界 っあ、ていう違か、う、言ってる意味がそうじゃなくて、そうじゃなくてね、もう、放送に乗っかっちゃった時点でネタじゃないです、本気ですって言っても通用しないのよ。全部ネタって。俺は全部ほら、リアルで思ったことを言ってるじゃん。だから俺にとっては本気なんだけど、リスナーさんからしたら全部ネタなんだよ。だからそれそうをです総ね。称して、俺は人生全部ネタっつってんはい。あ、もちろん、リスナーさんの見の。方としては、もちろん、放送だから、一歩引いた状態で見るっていうのは、本当それは本当に正しいと思います。はい。
で、あくまでも俺個人の気持ちとしては、うちょっとこれから話すことは本当に本心なので、ん。わ かっちょった。と最近、まあ、俺の言うことがなんか信じられないとか、結構そういう、うん。まあ、なんだろう、自分がないだとかも結構、そうい ボロうカス言われ意見てんだ。も、はい、多いことはちょっと事実なんですけど、なんか放送でも、中にはさ、い、過呼吸では倒い。れそうになったって聞いたんだけど、大丈夫なの？いや、その過呼吸になってた自覚っていうのはちょっとなくて、うん、でもしかも、したらその、相当ストレマスイ溜まっクてにたんでし口ょ？くっつけて、すいません。で、倒れそうにはなってないはの？い。倒れそうにはなってないですね。イライラはたしだやったぱの？多少、心理イ的負ライ担？ラというよりは、パニクってた感じですかね。レクチがパニクった映像あんの？俺それ見たいんだけど、その放送。多分、ここ2、3時の出来事なので、まあ、かいつまんでタイムシフトの方見てもらえればと思います。はい、多分パニクってちょっとる待って、とコ思メント読いむまわ。す。ごめんね。レクチさんの話をはい。聞きたいです。和道さん黙ってもらえますか？俺の枠なんだ、ここ。レクチの話はするけど、段取りが悪かったりとか、リスナーに伝わるようにやってんの。だから、ポッポさんはレクチのリスナーで、時系列っていうのを知ってる。これ文脈って言うんだけど、文脈を知ってるから理解できるけど、YouTube をいきなり見る人とかがわからないから、過去のことを説明して、本ちゃんの話題に入るように、これセットアップっていう技法なのね。だから、ポッポさん、俺は話を割ってるんじゃなくて、全員がこの話を共有できるようにセットアップをしてるんで、待ってもらっていいですか？あと、閲覧がピークの時に本題に入るっていう癖がついてるんで、はい。僕は、ちゃちゃを入れてるわけじゃありません。放送が面白くなるように、テコ入れをしてるんです。ごめんね、レクチー、続けて。あ、大丈夫です。はい。閲覧がちょっとやっぱ最高潮の時に自分も話したいと思ってたんですけど、まあ、まあ、いいんじゃん、そろそろ。そうですね。まあ、そうですね。まあ、本題にちょっと入るんですけども、まあ、今のこの凸の内容っていうのは、その水曜日に僕が、ワドさんにお電話した内容と同じなんですけども、ワドさんと、まあ、アリスってその女生主が、いるんですけども、そのワドさんとアリスの揉め事の原因についての、関しての、凸になるんですけども、まあ、そのワドさんとアリスが揉める原因っていうのは、俺揉めた自覚ないよ。もちろんわかるんですよ。はい。で、まあ、なんだろう、その時に起こったことっていうのは、まあ、ワドさんが配信してる中で、アリスの顔写真の方を、配信の方に載っけてですね、それで、まあ、ワトさんもちろん一人の配信者として、アリスのことを見ていて、そういうふうに接したっていうのはもちろん、僕の方もわかってるんですけども、とですね、アリスの方はそういった受け取り方はしなかったようで、本心はかなり傷ついてたんです。アリスの本心としては。はい。で、そうですね。やっぱり、アリスってすごい自分僕、配信外とかでも結構、あったり実は知ってたんですよ。何回ぐはらいい。会ってんの？全部合わせると5回ぐらいですね。結構会ってんだ。そうですね。で、そのアリスの配信外の、その素の姿だったりとか、僕は、ちゃんと見てきたつもりなんです。はい。で、繊細ですごく傷つきやすい子で、友達思いで、純粋な子で、一人の生主というフィルターをもう抜きにして、すごい傷つきやすい子なんです。はい。で、やっぱりそのワドさんの、その配信中にアリスのその顔写真の方を載せて、それでアリスの方はちょっと本当に、気づいてるんですね。はい。なので、その僕は、やっぱりちょっと、ワドさんにちょっとそこは、
謝罪ちょっとしてほしいなっていうのが考えです。なるほど。それは悪かっはたい。な。アリスに、じゃあメール一本入れとくよ。悪かったって。あ、はい。電あ、は話でい。もいいし。で、その、アリスのこと、ちょっと自分本気で好きなので、それは知らん。それは俺に関係ない。はい。それは何？で、公共はい。のパブリックな、この和道のはい。異常なゼミナールという、非は常い。にリスナーが集まる、まあ人気配信者な俺の枠で言うこはとい。なのかい？ これそうではすね。何？ 180 人の前でアリスが好はきい。だということは言わなきゃいけなかったの？それは知らん。はい。それは知らん。そうですね。それはお前が勝手にで誤です解あっね。て、勝手に愛しは合っい。てるだけだから、俺は全は然い。知らん。わかりました。その、すいません。知らんけど、知はらい。んけど、その話ははい。掘り下げていこう。はい。で？でですね、まだちょっと言いたいことがあるんですけどほうも、ほうほう。僕が今、旅団として配信させていただいてるんですけども、ワドさんとも、はい、仲良くさせていただいているんですけども、ちょっとやっぱり、僕としてはやっぱり、アリスの方が大事なので、やっぱりそこも、僕もちょっと、旅団にいることで、アリスからちょっと、疑いの目で見られることも最近あるわけです。はい。脱退？ちょっとやっぱり僕の気持ちとしてはやっぱり本な気らなの話がで、変わそる。こ、なら話が変わはい。る。あのね、はい。お前はい。の顔を立てる意味で、俺はアリスに謝罪しはようい。と思ったけど、俺はアリスに言いたいことあるの。それはアリスにあ、直はい。接言おうと思ったんだけど、ならはい。話が変わる。そっちが勝手に抜けるって言うんだったら、俺別にアリスに謝ることはないわ。だってお前の顔立てて謝ろうと思ったんだもん。レクはい。チが好きだって言うし、ね、レクチはい。が、その、旅団、言いたいことがあるっつっはて、い。お前の顔立てるために、じゃあ俺も認はい。めるわって。でも俺、アリスに言いたいことあっても言ってないもん、まだ。あ、はい。はい。だからそおれは前もがち抜けろん、るんだっそうたでらす。別はにい。俺、アリスと関はい。係切るだけだから、別にだっあ、はてい。謝る必要ないでしょ。あ、はい。そうです。でしょ？はい。だからはい。話変わってくるよ、それは。あ、はい。それわだっかりたまらし俺た。は別に非はない。あ、アはリい。スに謝らない。はい。オッなケーオッのケー。で、僕としてはやっぱり気持ちを、やっぱり本当にこれ本気だっていう気持ちを示したいので、旅団の方ですね、抜けます。あ、おめでとうございます。はい。はい。あのね、はで、い。旅団に関して、ちょっとはい。レクチに言うわけじゃないんだけど、全員にちょっとここで連絡もさせていただきたい、んだけど、はい。はい。旅団に入るのも勝手に名前つけてくれって、小手半の後に推しをつけるだけじゃん。で、勝手につけてって言ってるけど、なんでか知んないけど、みんな抜けるとき俺に報告をする癖やめてもらいたいの。コテカンを勝手に抜けばいいから。まあでも、レクチの場合は配信でさ、言ってくれたもんね。だから言ったでしょ？旅団の名前つけると荒れるぞって。言った通りまあ、でしそょ？の、荒れることに関しては僕は何も思ってなかったんですけども、ただ、その、旅そのア団リとスいのこうと？看板を背負ってることで、ま、一人の人間として信用してもらえてないっていう、そのことがちょっと僕としてもちょっと耐えられなくいや、て、逆だろ。信用してるから今謝るっつったんじゃ。で、信用してなかったらお前のライブなんか行かねえよ。はい。あ、そそれの、はお前言い過ぎじゃない？俺に対いしや、て。何和田がさん信に用信し用してもらえてるっていうのは、もち何？ろん僕他のも分奴かっらてるにっんでてすこけと？ど、はい。誰に？要は悪名をかぶるからってことでしょ。だから言ったいじゃや、ん。旅悪団で名、やらない方はがい。いいよって。別アカウント作るか、商用のアカウントは商用のアカウントにするのか、その放送するアカウントにするんだったら抜けた方がいいぞって言ったじゃん、最初に。俺からすると、絶対こうなると思ったもでもその時、放ん。送始める時の僕の認識としては、その旅団をつけてるからといって、その、なんでしょう、そういうイメージを持たれるっていう、その自覚はちょっと僕は持ててなかったっていうのもあっそれはて、そうでしょ。だけど、ほら、はい。旅団をつけるっていうよりも、レクチっていうはい。コテハンでやったとしたら、コメント頻繁に打ってはい。るわけじゃん、うちで。ってことは、うちのリスナーが行くわけじゃん、確実に。もちろん、そのリスそナーがう。行くことに関しては、何も、いや、不満に違う思っんだよ。たことはない不です満ね。にっていうことじゃないの、俺が伝えたいのはは。い。でも、はい。そのヘイトが集まりやすくなるし、そはい。の、俺はこうなるなっていうのは見えてたね。まあ、よく思ってくれる人とも出会ってくれたら俺は嬉しいと思うし。まあ、だから、それはしょうがないよ。配信者としての経験がさ、まだ浅いわけだからさ、
想像がつそうかでないすわけね。じゃん。うん。はい。だからまあ、俺はこうなることは目に見えてたけどね。はい。まあ、荒れる枠になる。レクチも減らる。で、看板外すって言うだろうなっていうのは。俺は結構想像はついた。うん。だからそまあ、れそはの別減に、ら、ま、ん？それはだからレクチが決めることだから、俺は別に俺に報告すらいらないことだと思ってるよ。あ、でも、まあ、レクチの場合は枠始めるときに旅団つけてやっていいですかって言ってくれたから、それはまあ、なんか最後まで筋通してくれて嬉しいなとは思うけど。でもそんな重くそうで考すえるね。も、っていうかね、はっきり言って、旅団つけるやつは思い入れが強すぎんの、俺に。全員。はい。うん。いや、嬉しいんだよ。嬉しいんだけど、俺からすると全部重い。俺はたわかりまだ、した。ちょっと、はい。はい。TCP とか、だから普通の、はい。推しの時、みんなマークつけるでしょ。なんでうちだけこんな重いの？ それを教えて。なんでこんな旅団の名前って重たいの？ ハーまあドル多分高いんだけど。やっぱみんな結構クソ真クソ真面面目だよね。目なところあるのうん。で、そのこのまま旅団のだと子さんのハッ面、チだはけい。でになるよ。このままだとそうハッですチだけね。旅団になるはよ。い。で、やっぱりその子さんのハッチとか匠さんとか僕とかはやっぱり、はい、ちゃんとし、てかクソがつくくらい真面目な、そうだね、クソ真面本当目に人なのだね。で、わ かるわかる。はい。でもやっぱりこうやって勝手にやっぱり旅団の看板を下ろすとかじゃなくて、筋は僕通はしやったかっぱりた。ワドさんに今まで世話になってきて、義理があるっていう、とは思って、勝手に思わさせていただいていや、る嬉しいけ分、ど。やっぱりしっかり、しっかり、けじめをつけるの。ワドさんにはちょっじと、ゃあ、今からまあ、さ、本当は、のんちゃん、ルーレッ面と、ト、ルーレット取っはてい。きて。今からルーレットをこう回すから、旅団を抜けるっていうことは、やっぱり、レクチという一大戦力がいなくなるわけだから、手切るとか足切るとか首切るとか、何人の首切るとか、ルーレット回そうよ、これ。カラカラカラ。あれあ、は？今僕に言いました？ワンピース読んでなかった？いえ、や、あ、いごめんなや、さい。滑ったから続けて。あ、大丈夫です。あ、ごめんなさい。すいません。ちょっと、いいよ。ごめんなさい。大丈夫です。ワンピース読んでなかっはた。い。オッケーオッケー。そうそう。あ、ありがとう。ツッコミありがとうございます。あれさ。はい。話、何でしたっけ？話は旅団抜けるってことでしょ？そうです。その続きでで、俺が話を終はわっい。てあ、から。そうです。はい。で、ワドさんに、義理があるっていうのも僕は思ってたことなので、あ、ありがとうございまやっぱりす。その面と向かって、その旅団の方抜けさせていただくっていうのは、本当は言うべきことなんですけど、今ちょっと LINE の方で、通話で、はい、やらああ、せてもらっ何？てる会っんでてっすてけこと？ど、いや、重い重いはい？重い重い重はい。い、いや、はい。会わなくていい。全はい、わかりました。然。全で、然。BGM の方も使ってほしいですし、あ、使っていいのね。はい。本当に、和田さんのことを応援して作ったっていうのは、本当にこれ、本当の気持ちなので、いや、知ってるよ。だから俺も使ってるわけじゃん。それが分かってるから。まあ、なので、構成員みはい。たいとか言われてる。ね、放送のコメントはそっちは読んでんの？あ、僕は一応目には、あ、見てんだ。入ってる状況ですね。ね、かっこいいよね、めちゃめちゃね、あの曲は。そうですね。たありだ、がとうございます。俺はね、なんかね、正直言うけど、レクチとアリスが付き合ったらいいなとは思ってたの。で、それは言ってたじゃん。だから放送でも付き合っちゃえよみたいなこと言ってたけど、それは正直あったの。ただね、音、交友関係と私どっち取るのみたいなのはね、あんまり良くないと思うよ。まあ多分それはアリスに言うよ。僕を信用、完全にやっぱ信用できない、僕のせいでもあるんです。やっぱ自分はあ、持っいや、てないっ違ていうのう。はやっぱりそれってね、あ結り局ます仕事とし。私どっちが大事なのとかね、いろんなことで例えられるから、それが癖ついてるわけよ、アリスの中で。まあ、それはアリスに言うべきだけどね。レクチに言うべきじゃないけど、なんだろうな。だって俺と、あ、じゃあ、レクチとアリスが出会ってるのも俺の枠からなわけじゃん。でしそうょ。ですね。だから、レクチにとって俺っていうのがどういう存在なのか分かってて、あいつは天秤にかけてるわけじゃん。
私のこと大事じゃないんでしょうっつって揺さぶりかけてるわけよ。で、俺はそんそうなでのすへでね。もないのよ、別に。縁があるやつは一生つながりがあると思ってるし、そんなこと言うの、で、縁がないやつって何言っても縁がないと思ってるの。そう、どんなことがあれ、どんな理由があれ。だから理由はいらない、俺は。で、レクチが、なんかアリスがどうこうっていうのは、レクチが決めることだし、レクチの人生だから。うん。そうですね。そう。なんか好き勝手やればいいんだよ、みんな。うん。自由にやればいいじゃそうですん。ね。うん。ただ、アリスには文句言うけどね。まあで出も、せよって。まあでも、そうですね。あ、いや、うん。まあ、言いたいことは、言ったはず、大全丈部言っ夫？たと思言い残うしのてるで。ことはないの？大丈夫？すいません。ちょっと待ってください。グラってすいません、皆さん。ワドリースナーの皆さんも。いや、全然いいよ。無駄ってないよ。要は、旅団抜ける、BGM は使っていい、アリスのことが好きだ。で、アリスに謝ってほしい。俺は、もう、レクチが旅団抜けるんだったら、別にアリスに謝る、義理立てる気もないから。別に俺、ムカついてるから、あの女に。うん。そう。だから、俺は別に構わんよ。わ かりました。言いたいことは全部言いました。大丈夫？でも、こ大の丈夫枠です。見て多分ね、アリスから文句来ると思うよ。俺の予想。でも、そこから先はもうアリスに出てこいって言うかんね。おめえわがかり話すべましきだた。ろうって、俺に謝れっつうんだったら。なんでまあ、レクチに謝っ。アリスとその和道さんの件に関しては、僕はちょっと、これ以上口を挟むことではないと思うので、ていうか、俺は別に、喧嘩も揉めてる気もないし、別に、普段通り自由にやってるだけだから全然いいよ。突っかかってきたら全然言うよ。まあ、それはでも、ね、レクチに言うことじゃないか。わかりました。和道さん、お時間割いていただいて、ありがとうございました。すいません。いいよ。お忙しいのに。はいはい。じゃあ、失礼いたします。はい、お疲れ。はい、レクシ君でした。はい、さよなら、ブロックでーす。別に、ロダンのまま付き合えばいいのに、いいんじゃない？別に。俺はね、誰かとどっち取るのみたいな、あんま好きじゃないから。なんだ。もしもし。もしもし。もしもし、すいません、放送の、音ってそっち側で流れてますか？あ、切ってもらってもいいですか？ループしちゃうんですよ。放送が回っちゃうんで、音が。切りました？いや、大丈夫ですか？どなたでしょうか？僕は大使って言うんですけど。大使さん。リスナーさんですか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ほんまかけてつながるんかなと思って、かけてみました。ああ、僕と電話がつながるかどうか確かめたってことですか？あとね、和蔵さんみたいに、仕事をせずに、そういう生すいません。活やっぱできりる音方が法を。音が聞こえるんですけど、放送の音って切ってます？そっち側で。切ってテレまビす。の音切ってください。ごめんなさい。もしくはテレビの音が聞こえないところで通話かけてもらってもいいですか？テレビの音切りました？切りました。すいません。何でしょうか？で、ワンゾーさんみたいに、和道さんみたいに、仕事をせずに仕座っ事してますて、よ、僕。してるんですか。ふわっちで稼げる方法が知りたいんですけど。ふわっちで稼ぐ方法で、大使さんは、あれなんですか？生主さんなんですか？一応。
ほうほうほう。閲覧どれくらいありますか、普段。僕はニコ生なんですけど。ニコ生では稼げないんですよ、大使さん。ニコ生は課金システムがないんですよ。アイテムが飛ばないん。そうですよね。そうですね。だから、ニコ生でやってる限り、収入を得るのは難しいと思います。そうですか。はい。ステッカーを販売するとか T シャツを販売するっていう方法もありますけど。はい。じゃあ、ふわっちはどういうふうにすればいいんですかね。ふわっちをやったら、まあ、アイテムいただける可能性はあるんで、もし、お小遣いが欲しいっていうのであれば、ふわっちをやった方が賢明な判断だと思います。それは確率もらえます？確率もらえますかね？確率ですか？はい。確率はわからないです。もう無限に確率があるので。ああ、そうですか。そうですね。はい。ハードさんは、新教宗教をやるんですか？新興宗教はやらないですね。ああ、そうですか。はい。僕が一応創価学会なんですよ。はあ、創価学会の、学会員の方ですか？はい。ああ、そうなんですね。どこ支部なんですか？え？支部はどちらなんですか？どの辺なんですか？創価学会。一部は広島なんですけど。ああ、広島の創価学会の、はい。福山の辺なんですけどね。はい。福山。福山、はい。の辺なんですけど。ああ、創価学会の方なんですね。ほうほうほう。ほうほう。仏教ですね。そういうのやろうとか思いませんか？僕は宗教、特定の宗教には所属はしてないです、今のところは。はい。やっていけるから。暮らしていけるからですが。宗教嫌いなんですよ、僕。あ、そうですか。そうなんですよ。だからまあ今のところ無宗教を名乗ってますね。なるほど。はい。月にどれぐらい稼ぐんです？月に僕がいくら稼いでるかですか？ あんまり大使さんにお伝えはしたくないんですけど。そうではい。すか。すいません。大使さんはね、あれですか、あんまり初対面の人とかに仲良くなってもなんですけど、収入は聞かない方がいいと思いますよ。そうですか。はい。一応マナーとして。はい。取り勝ってるんですか。取り勝ってますよ。結局何が目的なんです。何の目的ですか？話じゃあ、か、このふわっちをやる目的は何なんですか。目的はですね、自由になりたかったんですよ。まず、経済的にも精神的にも、生き方としても自由になりたくて、でもやっぱり生きていくのにはお金がかかっていくわけじゃないですか。で、好きなことを仕事にしたいなと思って。で、配信が好きなんで、それを仕事にしてますね。はい。目的は好きなことをやり続けるため、好きなことを24時間やるために、配信っていうのを仕事に選んでますね。彼女はいるんですか？彼女がいるかどうかはごめんなさい。オフレコです。はい。ああ、フリーですか？すいません。そこの前の白いやつなんです。広いやつ、これですか？ここですか？白いやつ。白いやつ、これ？これ？これ？これは音響です。今太一さんと話してる会話とかをみんなに聞こえるようにするための道具です。音楽を、これ例えば音楽かけたりとか、ああってこうやってエコーをかけたりとか、
そういう機械ですね。音響機材です。なるほど。ミキサー機能付きオーディオインターフェースっていう名前ですね。もうじゃ頑張ってください。ああ、いえいえ、ありがとうございます。頑張りますね。大さんもニコ生の活動頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあ、はい。はい、失礼します。はい。はい、次の方どうぞ。僕、トツかけるときこんな感じですよ、大体。はい、みんなワード2。不思議な感じ。でも、まあ、トツありがたいですよ。誰をブロックすんの？誰もブロックしないけど、何の話？大体こんな感じだよ、いつもトツは。何でも答えるし、答えたくないのは答えたくないっていうし。ハードル上げられた？あ、全然、ハードルってなんだよ。なんかさ、そのかける方がなんで心理的負担があるのか全然わかんないんだけど、友達と話す時とか別に普通に電話するでしょ。お、8はどつ。旅団について意見があるかとどうぞ。いや、別にないよ。旅団について意見も言ってもいいけど、別に。俺に対する意見が一番いいね。シャイな人だったね。全然普通に、気軽に、なんか悩み相談でも質問でも、何でも受け付けます。オラーって感じの人もたまにね、かかってくるけどね。そういうのは苦手な方かな。だいたい。めんどくさがっちゃうタイプかな。やだわーっていうか。お疲れ様です、山田さん。お疲れ様です。宮脇さん、はじめまして。くるゆきさん、こんにちは。楽しんでってください。ワードです。いや、もう連絡終わったよ。電話終わった。もう、こっからは雑談だね。終わったよ、もう。何話そうかね、山田さんね。何でも話すよ。んちゃん、後ろに寝てるね。起きてるかどうか分かんない。髪の色、そう、赤が好きでさ、すごい。赤と黒と白が好きなの。いい赤でしょ、これ。どんな話だったの？あ、まあ、タイムシフト見てよ。YouTube にタイムシフト動画があるから。あのね、見逃した部分を説明するのはね、めんどくさい。 ちゃんと告知も打ってるし、 Twitter に。終わった話をね、何があったの、何があったのってループで聞かれると、もうその話をずっとするのが嫌になっていく。 タイムシフト見て。サムライチャンプルどういうこと？サムライチャンプルってアニメだよね、初見さん。何、サムライチャンプルってどういう意味？あ、BGM がってこと？ BGM サムライチャンプルじゃないよ。赤髪のシャンクスかと思った。 だんだん色落ちてオレンジ色になってきちゃったけどね。
今日はトツの日だったんですけど、動画見ますね。あ、いや、別にトツの日ってわけじゃなくて、俺はこの家で、家配信で、まあ、だらだら雑談やってるときは、全然誰からのトツも受け付けるよっていうことを公言してる生主だから。怖くない。もう怖い話終わったよ、あややまさん。うん。楽しんでってね。俺は誰からのトツも受け付けてるんですよ。ああね、わかるかもしんない。でもこれはね、フリー素材の商標利用可能な BGM だから。サムライチャンプルーの場合、プロが作っててさ、商標利用とか著作権の問題うるさいはずだから、使えないっす。これはフリー素材っす。サムライチャンプルーより俺はカウボーイビバップの方が好きだね。あのスタッフが作った作品だと。今日山の日なの？ そうなの？おい、水木ちゃん、こんにちは。なんか最近閲覧伸びてきたね。調子いいね、水木ちゃん。ファンが増えてきたね。お疲れ様です、ペコボコランド。お帰り。ゆっくりしてってね。怖い話、都市伝説は入ってないかな。都市伝説は都市伝説で別ジャンルだよ。都市伝説するときは都市伝説にまとめてるかもしれない。おう、ナミネワード2。いらっしゃい、おはよう。サムライチャンプルー特に好きではないけど、何が好き？おう、ま、おう、マキちゃん？久しぶりじゃん。マキちゃん、花火ありがとう。あれ、マキちゃん、久しぶりじゃない？元気だった？大阪行く行くっつってね。近々、本当は今月大阪行く予定だったんだけど、先月の末か？今月か。ちょっと伸びちゃってるよ。マキちゃん久しぶり。函館行くの？明日から。オッケーオッケー。まあ暇な時 YouTube でも覗いてみてよ。タイトルだけでも。本当に不思議なことはありますよ。おお、猫さん花火ありがとう。どうも。猫さん花火ありがとう。いらっしゃい。寝ずに今から一時、まで仕事してきます。マジで？コメントできるとき。オッケーオッケー。ナミニャ頑張ってね。1時までか。彼氏できてリア充してました。あ、そうだったんだ。いいじゃん、いいじゃん。いいね。イケメン？よかったね。いいね。リスナーさんの幸せな話を聞くと嬉しいよ、俺は。そっか。じゃあ、あれか。和道リスナーいなくなったメンバーっていうのは幸せになったのか。暇人じゃなくなっちゃったのか。BGM いいよね、ジャックさんね。俺も結構この BGM は本当に当たりだなと思って。前使ってた BGM 聞く？前使ってたやつもね、良かったんだけど、今ではこれが一番落ち着いてるね。前使ってたやつ聞いてみようか。懐かしい BGM。ちょっと待って。これかな？前使ってた。これだ。前はこれで放送やってたね。初見さんいらっしゃい。前はこれでやってた。ほわーんとしてるでしょ。でも、なんか、もっと落ち着く感じで長時間話せるのがいいなと思って。まったりできるミュージック。これめちゃめちゃかっこいい。懐かしいよね。もう一個の方がね、これかどっちにしようか迷ってたのがあって。今定番こっちの、なんか、
ね、ドラムとベースの音なんだけど、かっこいいのがどれだったかな？何個かあるんだよ。れ？音流れる。あ、これはダメなやつだ。これかな？あ、これも、まったり系が多いね。ピアノとか。あとは、あと何個あるかな？で、かっこいいのは、これが広角機動隊風ですげえ気に入ってるね。なんかこれだとね、ちょっと、なんか煽りすぎっていうか、リスナーさんを。これはたまに使うかな。これすげえかっこいいんだよね。最近どうですか？いや、相変わらずっすね。毎日。これだとなんか、動機が早くなる感じがして嫌なんだよね。落ち着いて聞くって言ったら今の BGM が一番いいね。なんかバーで流れてそうな BGM でいいでしょ。これ作曲した人神ってるよね。俺配信始めるんだけど BGM どれにしようかなと悩む。あー、BGM 人が出るからね。なんか放送の雰囲気っていうか結構支配するから。だからね、この音楽聞くと和道の放送来たってなるもんね。ジャズとかは普段聞かないよ。全然ジャズは疎いね。雰囲気に合ってるかどうか大事だよね。やっぱその人となりっていうか、自分がやっぱ落ち着く音楽とか、落ち着くリズムでやるのが一番いいと思うよ。だけど、俺の場合さ、ほら、YouTube にアップロードしてんすよ。その時 YouTube は規制が厳しくて、フリーの商用可能な BGM じゃないと弾かれちゃうの。ブロックされちゃうの。だから、まあね、広告とかも入れてるから、商標利用可能なサイトを使ってるかな、俺は。フリー BGM サイトでずっと何百回も聞いて、PKK からの配信、あ、バンコクか、そうそう、ジャックさんバンコクだもんね。この音楽はガチハマりだよね。クラシックは好きですけどね、好きっていうか、まあ全然曲名とかわかんないけど聞くのは好きだよ、やっぱ。何百年も聴かれてる音楽はやっぱいいよね。メロディーラインが綺麗だったりとか。あ、ありがとう、ジャックさん。ほら、俺の場合さ、10時間もさ、配信するからさ、どの音楽かけるかってすごい重要だし、あと、ループミュージックって言って、曲の終わりと曲の頭がつながってる音楽じゃないと、これ1分半の曲なんだよ、実は。だけど、ループミュージックだからずーっと延々と垂れ流せるのね。ループするんだよ。これくらいの BPM って言って、こう好きなリズムなんだよね、ドラム叩く時も。このリズムは結構好きだね。ドラムとベースと何が入ってんだこれ。なんかリードギターとか入ってたりとかピアノが入っちゃうとどうしてもその声の音域とかぶっちゃうから喋りづらいっていうのあるよね。ベースとドラムだと持ってかれないから。ニコ生のやつ懐かしいね。ピカーでしょ、マキさんが言ってんの。コメント職人が俺のおでこにピカピカってコメント打ってくれたんだよ。
鈴木みーさん、バガーありがとう。はい、バガーありがとう。バガーありがとう。はい、ザクロさんいらっしゃい。チラッだっけ、あーピカじゃないか、チラッか。マキちゃんの方が詳しかったね。今日ご飯何食おうかな。昼間、朝か、朝冷やし中華作ってもらって、和藤旅団入りたい、いいよ。でもあっと闇桜って書いてあるじゃん、あれだよ。あのじゃああれじゃん、闇桜が小手半なの、虚が小手半、虚が小手半か、闇桜っていうのがあれになっちゃうよ。だから普通は小手半悪魔マーク、旅団悪魔マークなの。アットマーク闇桜っていう集団に入ってるんでしょ、たまには。あ、俺が作ってもいいよ全然。わんこそばさんいらっしゃい、ウェルカムです、楽しんでいってくださいね。釈放されて嬉しかった。ちょっと俺、関慎吾さんに俺言いたいことあるんだけど、トツかけていい？あー、今電話か。あ、電話できないか。俺ね、慎吾さんに誤解されてるんだけど、なんか慎吾さんコメント読んでくれたんだけど、今日慎吾さんと話したいことがあるんだよね。なんか誤解をしてるんだよ慎吾さん。慎吾さんトツ出れないか、携帯で配信してんのかな。かけてみるか。いや、なんか慎吾さんが俺のこと信じられないって言ってて、名前がザクロ、じゃあ闇ザクロ悪魔マーク、和道旅団悪魔マークで、あのやってみてください。そしたら旅団名乗れますよ。闇ザクロアットマークってちなみに所属してるとかどこにいるって意味なのね。そうだから今日アットマーク闇桜だと、闇桜に所属しているとか、闇桜に今いる巨さんって意味なの。そうそう、闇桜、悪魔マーク旅団は悪魔マーク入れれば OK、 巨さん。まあ、携帯で配信してたら配信止まっちゃうからやめとこう、慎吾さんに。ぜひぜひつけてください。大歓迎ですよ。はい、ワード2、マックイーン、ワード2。旅団員を増やしてコメント欄を真っ赤に染めたいね。ワドちゃんのパエリアと焼きそば見たから、俺はねおむすびがめちゃめちゃうまいんだよ。あと何作るかな、お好み焼きも俺うまいし、一番うまいのカレーかな。ただカレー時間かかるし、夏場腐るからな。オッケー、ウェルカム、ありがとう。オッケーオッケー、ザクロさん、ザクロさんオッケー。旅団名乗りたい人はぜひ悪魔マーク、旅団悪魔マークで
登録してください。お好み焼きはね、一晩寝かさないで、あの山芋するじゃん、で粉と溶かして、それを一晩寝かさないとマイルドにならない。めちゃめちゃコクが出てうまいの。山芋を吸ったやつをボウルに入れて、粉と水で溶いて、卵も入れておいて、で一晩冷蔵庫で寝かすの。めちゃめちゃうまい。お好み焼きは時間かかる、俺のは。うん、よろしくお願いします。ただあの旅団、あのウェルカムなんですけど、旅団名乗ってると叩かれますからね。多枠で叩かれるんで覚悟しておいてくださいね。旅団かよって言われるよ。ウェーイってやんないとダメだよ。旅団来んなって言われたらウェーイってやんないとダメだよ。フーリガンみたいな扱いだから。パパッとできるうまい料理ありませんか。パパッとできる、パパッとできるのなんだろうな。お、ブロリーさんバーガーありがとう、ありがとう。パパッとできるの料理、うん、なんだろうね、美味しいの。そば、うん、とか、うん、ねえハチ叩かれるよね、うん、昨日揉めてた、うん、おい、カリマロさん風船6個ありがとう。ペコポコランドさんバーガーありがとう。カズバーガーありがとう。ハッチアットマーク取ってよ。ハッチ旅団でいいんだよ。アットマークいらないハッチ。あのね、ルールが変わってきたの、だんだん。まあ、アットマークと和道っていう名前はいらないってことになったから。おい、和道ツアーや。おお、池袋北口さん花火ありがとう。ご無沙汰っすか。金曜日の夜だからね、人集まりますね。バダツー、うん、もうシンプルに旅団で行くことになったから、あの何々支部長とかも全部撤廃したから、うん、旅団。でも旅団のなんかネームバリューすごくない？ふわっちでの旅団定着したよね。初めてじゃない？その成功したの。いろんなのがあったけど名前定着しなかったもんね、今までね。まあ、団長が旅やってねえのに旅団どうなんだっていう、あの根本的な問題は残ってるけど旅してねえじゃねえかよっていう大問題だよね。金曜の夜、あ、お盆休みか、いいね。お盆休みって1週間ぐらい休みあんの、うん、そう、旅団の根本的な問題があるから、ダメでしょ。そこはやっぱりルール、やっぱそのルールを設けていかないと。ルールを、うん、自覚してますよちゃんと余談なのに旅をしないっていうね。風船22個ありがとう、あざーす。沖縄行ってくださったじゃん。沖縄行きましたね、うん、勉強会みたいなもんじゃなかったのか。余談、旅団のコンセプトはみんなで一緒に旅行こうぜっていう団体旅みたいなイメージだったんだけど、本当は旅団ってさ、軍隊の規模を指す言葉だったの。でも旅の団っていいなと思って、あとやっぱりね、ハンターハンターリスペクトの幻影旅団からよし旅団にしようっつって、で最初は同旅団って名乗ってたんだけど、よくよく考えたら小映えって金映え小映えとか言わないし、うなちゃんマン珍味団とも言わないしあのね、石川紀之の足軽とか長いじゃん。足軽、小映え、珍味団じゃん。あ、旅団だわと思って。で、今、旅団になったと。うん。アンチコメントで、あの、和道旅団って誰も書いてなくて、旅団はダメだよとか、旅団はどうのこうのって、旅団って書いてあったから、あ、そっかって。自分の名前入れなくていいんだっていうことに気づいて。そう、みんなで一緒に旅行こうぜっていう団体のこと。その放送で俺のコンセプトは俺が一人で旅するんじゃなくて、みんなと一緒に日本中を駆け回るっていうコンセプトだったから、うん、今年が異常に長い休みなだけ。あ、そうなんだ、ブロリーさんバカありがとう。今年ってどれくらいあんの休み何連休なんだろう。
調べてみようか。お盆休み。何日？私も一回アンチと戦ってみたい。やめた方がいいよ。おすすめしないよ。何の生産性もないから、争い事は良くない。お盆休みないか。俺もお盆休みないな。13日から16日の4日間か。でプラス2日だから、ああ6日間あんだ。みーすけは何、自営業なの？お盆休みない系？なんかだから公務員とかサラリーマン本当なんかいいよね。季節物があって羨ましいよね。あややまさん、バカありがとう。おう、たつひこ、わだつ。え、10日もあんの？マジで？ハッピーじゃん。いいよね。毎日毎日頑張って、まとまった休みとか、すごい羨ましいよ。本当に。ていうかさ、俺思ったんだけどさ、関慎吾さんさ、ヒゲ生やしてる方がかっこよくない？なんか、ちょっとバンドマンっぽいっていうか、ヒゲあった方がいいよね。ちょっとなんか整えたらこれすげえかっこいいんだけど。デコ広い人はヒゲあった方がいいよ。慎吾さんヒゲ似合うんだけど、なんかちょっとロックンロールミュージシャンみたいになって、高円寺にこういう人いっぱいいるよ。慎吾さんのヒゲすげえ似合うんだけど、ヒゲあった方がいい。てか結構濃いしね、ヒゲ。慎吾さんなんかヒッピー感がすごい出てるよね。まあ同い年だもんな。ヒゲ、ああ、辰彦は結構ヒゲあった方が箔つくかもしれないけど、なんかこうゴワッと生えるタイプじゃん。ちょびヒゲタイプだと思う。なんか辰彦の生え方って肌綺麗だし、あんまヒゲ生えない体質でしょ。辰彦なんかここだけとか生えそうな気がする。薄そう。薄い人は剃った方がいいかなと思うけど、達彦はまあでも顔ね、なんか生える顔してるから羨ましいけどね。顔に特徴があって、少しアンチと話したことがあって、こいつは洗脳されてるからダメだって呆れて、もっと話そうぜって言ったら逃げられた。思考盗聴テクノロジー犯罪について追跡してください。何、思考盗聴テクノロジー犯罪って。思考盗聴っていう言葉を初めて聞いたからよくわかんないわ。何、思考盗聴自体がわかんないけど、何なの。テクノロジー犯罪は大体わかるけど。ねえ、関さん、垢抜けそうだよね。あ、生えないんだ、タチュー。まあ、生えない顔立ちだよね。俺でも指まで生えるからね、ここ、両津勘吉みたいにもざってるからね。もうなんか、飲食店やってた時はちゃんと、こっから下は全部手きれいにしてたんで、剃ってたけど、さすがにバーテンダーがさ、なんかもじゃもじゃだと良くないから、見えるところは全部剃ってたね、バーテンやるときは。でも今もじゃもじゃだよ。カラオケ歌ってるだけだから電話しても良さそう。もしよかったら聞いてもらえると嬉しいかな。俺コメントで書くことはできるんだけど、関さんの声音声に乗っちゃうから、ミランになっちゃうから聞けないんだよ。だ、和道さんがトツかけたいって言ってるけど、トツ出ていいよって言ったらかける。ね、本人がほら携帯電話であれだったらさ、配信してたらあれだから、話すと少し楽しいの。アンチほど放送を見るからね、困ったもんだよ本当に。なんでお前らこんな俺のこと異常に詳しいんだよっていう、ね、参っちゃうよね。電波電磁波レーダーで脳内を盗聴される、ありえないかな、その技術は。脳波を、電波とか電磁波レーダーで脳内を盗聴する技術があるんだったら、もう軍事利用されてるはずだし、その例えば俺みたいな一般市民の脳波を読み取るなんてコストのかかることをやらないはずだと思うんだよね。そんなめんどくさいことやらないと思うよ。でもまあ、まず無理だと思う。思考盗聴自体は無理。不可能。技術的に不可能だって。
いやまあテクノロジー犯罪について追跡するのは俺の仕事じゃなくて警察官の仕事だからな。なんで俺が追跡しないといけないんだっていうのはあるけど。ただその思考盗聴じゃなくてその相手が何考えてんのかをそのコールドリーディングとかホットリーディングとかすることはできると思うけど。技術としてちゃんとあると思うよ。慎吾さんね、100万稼いでるんだから、ガンガンおしゃれしたらいいのにね。金何に使ってんだろうね、慎吾さん。フォローありがとう。フォローありがとう。料理雑談ね。料理はちゃんとセット組んでやりたいんだよね。その手元を見せたいっていうのがあるけど、あれだと後ろ向きになるんだよ。で、あそこにね、そのカメラを設置するのめちゃめちゃ難しくて。だからキッチン、みんなが見てるテレビの構造って、ここに台があったらカメラが奥側にあるんだよ。だからそのシステムキッチンみたいなのがないとね、やっぱり難しいよね。まあここにまな板を置いたりすることも可能だけど、だから、その、金梅さんがやったさ、屋台横丁をここに置いて食うっていうのは、あれはすごい、うまい技術っていうか、配信の見せ方はうまいなと思ったよね。その、食べるものを見せるっていうことはうまいよね。料理枠はね、あと、水木ちゃんもやってるから、わかるもんね。そう、後ろ姿になっちゃうんだよね。で、コメント読むのも大変なんだよね、あれ。朝やってるけど。俺は顔見て、リスナーさんとお話がしたいから、あんまり、その、料理配信好きじゃない。半年に1回でいいから、分かってやるよ。でもまあ料理か、いろいろ研究、まあまあ仕事だからね、配信に関しては。どうやって見たらリスナーさんが見やすいかとか、どうやったら面白くなるかって、その面白いことできるタイプじゃないんだよ俺が。また芸風が弱いっつうか、キャラクターが弱いタイプだから。だったらその絵面とかで見せないといけないっていうのは、本当自分の弱点よく分かってるから。今考えてるのは釈迦の定点カメラを作りたいなと思ってるけど。おお、土下座名人はどつ。職業病みたいなもんだよな。DJ っぽい、それヘッドホンつけてるからでしょ。DJ でも何でもないよ。でもこれ DJ 用のやつなんだよね。DJ って外音と中音っていうのを作らないといけないから、例えばなんだけど、こういう風に数え、DJ ってこうやってやるでしょ。わかる？こうやって皿回すのは、これなんでかっていうと、こっち側でマシンで作った音を聞くの。こっち側では。で、外音っていうんだけど、左側で、その、みんなが聞こえてる環境音。要は中でデジタルで作った音と外にズレがないかどうかを確認するためにこうやってやるの。で、これがさらに進化して、これ前の方はこういう風に使えるやつだった。DJ 用のやつなんだよ、これ。こうやってパカッて開けんの。だから今はその脇でこうやってやんなくていいね。これでもう聞こえる。普段の話、こうやってつけられるからね。これ便利だよ。ミニ四駆配信やりたいね。塗装がめんどくさくてさ。
明日か、達彦。明日じゃね、達彦。初見さんいらっしゃい、最低さん。誰の枠でやんの、達彦。達彦の枠かな。明日、達彦が格闘技枠、練習枠やるね。ツイキャスやんの？うん。はじめまして、キルのおじさん。よろしくお願いします。ワードです。スマホで配信してるみたいだけど、コメント読んで情けて反応がない。あ、そうなんだ。じゃあまあ今タイミングじゃないってことだね。ありがとう、ダイさん。また今度電話してみるよ。あそこはね、コメントの流れ早いかんね。読み飛ばしが結構スマホだとあるんだよ。めちゃめちゃ歌ってるな めちゃめちゃ歌ってるな よくこのコメント欄で放送メンタル減らないよな。ほんとタフだよな、慎吾さん。すげえよな。俺あの枠だったら、自分だったらほんと減らるもんな。もう二度と配信やらないってなるもん。メンタル最強すぎるっしょ。まあ、ツイキャスでやるんだったら見ないな。ふわっちでやんないんだ。ふわっちでやればいいのに。自由を謳歌してる。親の3000万溶かすぐらいだからタフなんじゃね？いやー、すごいよね。いや、親が金持ってるのもすごいけど、親の3000万にさ、手を出してさ、で、さらにそれを溶かしてって、すげえな。殺人事件に発展してもおかしくないよね。事案だよね、普通に。俺、殺されてもおかしくない案件だと思うよ、その件については。強いよね でもまあね、それを親子で2人で乗り越えてるから、俺はなんか羨ましいけどね。なんか慎吾さん逮捕されたら、吉江さん泣いたんでしょ？泣いて助けたいって言ったんでしょ？あれは感動するし、吉江さんは吉江さんでさ、慎吾さんが築いた基盤で放送やってさ、で100万近く稼いでるわけじゃん。なんかいいじゃん。なんかドラマじゃん。すげえほっこりするんだけど。なんか親子って羨ましいなと思うよ、ああいうの見ると。うん、まあ留置場何日入ってたっけ？1週間、10日勾留じゃなかったんだね。ってことは不起訴か、釈放。10日勾留じゃなかったんかな。なんか出てくるタイミングが早すぎるんだよね。多分、被害届取り下げたかなんかだと思うけど。まあ、中にいても退屈だかんね。多分、俺の予想、ヨシエさんがお金を払って示談だと思う。どう思う？俺の予想は、絶対10日勾留で拘束されてたんだけど、女の子の方に、よしえさんがお金を払って示談っていう、この読みが一番正しいと思うんだけど、その線だよね。それしかないもん。だって不起訴になるような案件じゃないもん、これ どう考えても。
いくら払ったんだろう、いくら受け取ったんだろう。妥当なところ50万だな。吉江さんだったら100万ぐらい払っちゃいそうだけど、妥当なところ引っ張って50万とかの案件だと思うよ。普通だったら10万とか30万とかと一筆だよね。絵に描いたようなバカ息子だからな。すげえな。え、釈放されてそのままカラオケに行ってんの？まずお母さんに挨拶しなくていいの？大丈夫？クズっぷりが底抜けだもんな。笑うわ。のんちゃん寝た？起きてる？ご飯どうする？お腹すいた？お腹すいてない？大丈夫だね。せっかくキリキリ作業でもやろうかな。よいしょ。やっとねカードホルダーがいいやつ買って、ちょうどしっくりくるカードホルダーを見つけて、ここにケースに入れたやつを収納してますね。整理するか。FX って怖えよな、3000万なくなんだもんな。怖くない？でも逆に言ったらね、3000万が運億円に変わる可能性もあるわけだもんね。夢のある話だよな。みんな FX とかやってんの？株とか。俺もFX は怖くて手出したくないと思うけど、株やってみようかなと思ってんだよね。どうかな？資産運用を始めた方がいい年齢じゃない？そろそろ。みんな株とかやってます？なんか現物の方が手堅い感じが。あ、まあ日経225の先物とかもやってみたいしな。でもさ、俺 FX 全然イメージと違ったんだけど、手数料高すぎない？ちょっとなんかバイナリーオプションやってびっくりしたんだよね。なんかこれ運営が儲かるだけじゃんとか思って。証券会社運営っていうか証券か。やっぱ仕組みを作る人が勝つんだね、世の中。やろうかな。日経225とか読みやすくないのかな。日経平均って俺大体予想つくんだけど。
みんなはそうでもない。FX は政治も勉強しないといけない。まあ国際情勢とかね、大変だよね。まあ銘柄株とかの場合もさ、やっぱりその企業のさ、IR とか見ないといけないじゃん。まあ、だからこそやりたいっていうか、その、あるけどね。スイングトレードで回したいな。FX はなんかレバレッジが怖くて怖くてしょうがないんだよね。現物でもできるけどさ、そんなに値幅が、レバレッジをかけないでトレードすることもできんの？ FX って。でもそう考えると手数料1回の取引高すぎるもんな、どう考えても。 FX は国際情勢追っかけるのが嫌だ、めんどくさい。でも今 FX の方が人口多いもんね、株よりね。株はバカな杉村太蔵も2000万稼いでた。へえ、杉村太蔵バカか。杉村太蔵ってバカなの？俺よりは頭いいと思うんだけど。頭良くないと政治家であそこのポジションになれなくない？すげえ頭いい人だと思うよ、杉村太蔵。株やろうかな。株は難しくない。でもさ、元杉村太蔵って政治家じゃない、あんた。嘘、バカがわかる？動画上がってんの？へえ。でもさ、元政治家が株で儲けてるって聞くとインサイダーなんじゃねえかっていう疑いが出てこない。それってありなの？っていう。しんちゃんいらっしゃい。杉村太蔵政治家向いてると思うけどね。やっぱタレントの方が儲かるのかな。だから絶対受かるでしょ、あんだけ知名度あんだったら。勝ち方は勝つやつ。いや、リスナーさんでもやっぱ儲けてるんですよ。だから、ワドさん FX 始めるなら教えますよって言ってくれんだよね。まあ、そこが俺有利だよね。リスナーさんから何でもさ、一流の人がミニ四駆作る一流から、絵描く一流から何でもいるからさ、音楽作るやつも。FX で稼いでるリスナーさんとか教えてあげるよ。ただ、結構難しいよって言って、責任も持てないしって。ただ、その、俺が独自に編み出した勝ち方とか全然タダで教えてあげるよって。すごいよね。芸能人も見てるしね。いや、配信者って本当夢の生活だよね。仕事をこれに選んでよかったよ。本当に何でも一流の人間が見てる。あ、投資は覚えたいなとか思ってる、本当に。
だって配信ぐらいしかなくない？その落ちこぼれがさ、人生一発逆転できるのって。何にも持ってないやつがさ、有名になったり稼いだりって 思いつかないもんね、他に。その、ちやほやされながら生きてくっていう。他にあんのかな、なんか。あるんだろうけど、俺には配信しか思い浮かばなかったな。今さらブログやるってわけにもいかないしさ。初見さんいらっしゃい。可愛い女とやってるブサイクなまぬしも大勢いるからな。いや、びっくりするよ。本当にこんな可愛い子俺の放送見てんの？みたいな。びっくりすることあるよ、本当に。君全然モテるでしょ？みたいな。普通に、なんで、いや、もう、すごい美人とかいるからね、本当に。びっくりするようなの。いや、君ダメでしょ？みたいな。生主好きとか、生主と付き合いたいとか思わない方がいいよって、本当にアドバイスするもんね。君普通にリアルで幸せになれるよって。いるんだよ、こんな変なさ、赤髪のハゲたおっさん、赤髪のハゲて寄り目のおっさんを好きだっていう人いるからね。あ、レクチー旅団抜けたよ。うん、ビントロさん、ヒロドンさんか、ビントロさんじゃないか、ヒロドンさん抜けた抜けた。うん、さっき電話かかってきたよ。自分的には友達女の子で女の子を選ぶ人は本当に友達いないんだなと思ってしまう。っていうか、俺は、まあ、さっきもレクチーに言ったんだけど、何々と何々どっち取るのっていう発想の女の子とはうまくいかないと思ってるんだよ。で、なんでかっていうと、それって仕事に支障をきたす考え方だし、あと、その、まず人と人とを天秤にかけるっていう発想って社会人として絶対ダメじゃん。あの子と私どっちが大切なのとかさ、それって相手に対する尊敬のリスペクトとかないでしょ。だから俺はまずその考え方自体が人間としてダメだと思ってんの。例えば俺と何々どっちが大事なのっていう、そういう女の人とは付き合わない。その、そういう経験は何回かあるけど、やっぱうまくいかないよね。仕事と私どっちが大事なのに関して言ったら、まず仕事しないとお前のこと食わせられないんだわっていう話じゃん。で、それを聞くっていうのは自分に自信がないからなんだよ。だって仕事だって言うもん、俺。仕事も大事だし、お前も大事だから付き合ってんだけど、つって。で、仕事かお前取るんだったら仕事取るわ、つって。だから、レクチも面と向かってさ、その、アリスのために俺、旅団抜けるっていう話をしてたけど、それって結構失礼なこと言ってるからね。あの、俺とアリスを天秤にかけたことじゃん。天秤にかけてどっち取るんだって話じゃなくて、天秤にかけること自体が、まず社会人としてダメ。うん。な、仲間離れてっちゃうじゃん。よくないと思うよ。間違いなく言えるのは、私と何々どっちが大事なのっていうやつよりも、まずそいつが大事じゃない。
言わせないよね、あとそんなこと。別れたら何も残らない、それで都合よく戻ってきてもはーってなる。まあまあまあ、俺は別に旅団つけても別に受け入れるけどね、ただその信用は失うわな。いや、知らん、女の人のその私と何々どっちが大事なの理論は全然繋がらなくて、さっきも言ったけど、アリスとレクチが出会ったきっかけはここなんだよそう、だからそうやって縁を潰していく人っていうのはさ、ダメだと思うけどな。チャンスを潰すことになるから。ふわっちが複雑なわけじゃないでしょ、人間関係でしょ。そうそう、比べるべきじゃない。まあいいんじゃん、俺はレクチの考え方だから。それはだから俺はアリスにけじめ取りたいんでって言ったわけでしょ。でも俺はそんなの男らしさでも何でもないと思ってて、変な女に振り回されて性欲に負けてんのと一緒だと思ってるから、友達いなくなるとは思うよ。俺はだからもうライブ見に行こうとは思わない。応援もできないから、もうだから BGM も使わないけどね。レクチャー使っていいよって言ってくれたけど、あの BGM は変更しようとは思ってるね、こっから先は。はい、ワード2、ラスプーチンいらっしゃい。だってその BGM をずっと使うことによってレクチの音楽活動を支えることに意味があったから、ねえ、あとで揉めるじゃん、あと音を作ると。アリスに振られて、いや多分あんまうまくいかないと思う、予想。別に幸せになってはもらいたいけど、減らっちゃうよ。誰が？そういう質問する人は自分のことしか考えてない。まあね。まあ若いから分かんないんだろうな、そういうのは。冷静になれないのがね、恋愛じゃん。盲目になるっていうの。だからいいんじゃない。そういう時期あるじゃん。みんな通ってきてるじゃん。全部勉強だよ。俺も勉強だし。俺はでも旅団の看板下げることはないけどね。その一回そのせっかく立ち上げたものだから、旅団のメンバー今つけてる人は大事にしていこうとは思ってるけど。和道に始まり和道に終わる。いや戻ってくるっつっても、だからみんなが認めなかったら意味ないよね。別に勝手に名乗れるもんだから。いつも言ってるけど、俺はリスナーさんの人生決めることはできないんだよ。リスナーさんそれぞれの応援とか祈ることはできるけど、みんな幸せになってもらいたいとは思うけど、みんなの人生を決めることはみんながすることだから、どうすべきかっていうのは。だからアドバイスもするし応援もするし、必要とあらばね、全然やるけど、本人が決めたことに関してはね、それは口は出さない主義だよ。だって人間は自由になるために生まれてきたんだもん。俺も自由にやってるし、別に戻りたきゃ戻ればいいし、抜けたきゃ抜ければいい。っていうか団体活動やってないしね、そもそも。推しメンの意味で旅団なわけだから、なんか団体に所属してるわけじゃないでしょって。なんかみんな重く捉えすぎ。名前が悪かったのかな、ダンっていうね。ネーミングが悪かったのかな。
なんか俺は好きなものは好きっていう、嫌いなものは嫌いってシンプルだから、例えばそのランシドっていうアーティストはファッションパンクって言われてるんですよ。あんなのは本当のパンクが効くもんじゃなくて、あんなのお飾りだと、服装とかファッションだけだよって言われてんだけど、それでもランシドの音楽は好きって言うもんね。目の前でランシドはファッションパンクだよって言われたこと何回もあるけど、ランシドのファンをやめたことはないよね。旅にするか面白いね。テキありがとう。おい、みーすけさん花火ありがとう。なんかこう心を、なんかその俺いつも自分の中にテーマであるんだけど、本当の自由って心の強さだと思ってて、あの自由には責任が伴うんだよ本当に。で、責任と表裏一体って言った方がいいのかな。なんかその反面的に責任が伴うという言い方じゃなくて、当たり前のこととしてあるっていうか、表裏一体っていうか、なんつうんだろう。だからその逆に言ったら、その誰かに従属したりする生き方っていうのは楽なんだよね。でも俺は、俺自身がそれを望んでないし、誰かの上に立とうとかも思ってないし、信頼できる仲間と仕事をしてるだけだからさ、仲間たちと一緒に夢叶えたいって、ただそれだけなんだよ。で、仲間じゃないやつに何を言われても俺は全然聞かないけどね。助けてくんないかんね誰も。旦那の上に立とうとマウンティング仕掛けてんの。支え合いな、カズ。いい旦那さんだから。知ってるよ、俺はカズに会って。旦那さん、すごい優しくてさ。カズも旦那さんのこと大好きでしょ。いい夫婦なんだから、上に立とうじゃないよ。しっかり支え合わないと。寄り添うようにね、夫婦だから。応援してるよ、カズと、カズの旦那さん。何回ももう顔合わせてるから。お幸せにね、末永く。青字いらっしゃい。仲睦まじくやっていってくださいね。まあでも確かに数の方がちょっとあの、なんだろう、押し押しな感じなカップルだからね。引っ張っていくタイプだもんね、うん、いや夫婦仲いいほど幸せなことないよ。心を強くするためには本を読んでも強くならなかったね。本は答えをくれるんだよ、本って。で、経験をくれるんだけど、実はその人の経験、話を聞いただけじゃん、結局本を読むって。で、本人が体験してないことって意味がないんだよ。要は、あ、そうなんだってなるだけで。でも本を読んで勘違いするのが、知識が手に入ると体験かのように語る人っているんだよ、本の知識を。でも説得力ないよね。例えばそのリンゴを食べたことない人がさ、リンゴの本を読んで、リンゴって甘酸っぱいよねって言っても、何色って、うん、赤っつって、どれくらいの大きさって言ったら、これくらい、どん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 、どこ産のリンゴだったって、農家はどうなの、無農薬なんて突っ込まれてくたびにボロが出てくる。
ただどこどこにある誰々さんが作ってる農家のリンゴめちゃめちゃうまいんだよっつって、何色なのっつったら、それがさーっつって、ちょっと無農薬だからテカリはないんだよとかさ、ディティールがいくらでも掘り下げられるじゃん、体験って。だから俺は本を読めばいいっていうことよりも経験をすることの方が何よりも大事だと思ってるけど、俺的には和道っていう船に乗って旅してる気分なんで、旅してようがしてなかろうが旅団 ボロ船だな 今ちょっと船修復中だから穴開いちゃったんだよね。でもね、結局ね、その旅団なんで旅しないのとか言ってるやつらって本当に旅を楽しみしてるんじゃないんだよね。旅配信好きだったやつのコメント欄ぐらい俺覚えてるんだよ。そうじゃん、俺ら。違うんだよ。俺のことを足引っ張りたくて、要は俺の揚げ足を取りたいから旅行きなよって言って、なんかまあ数は違うの分かってるけど、旅好きだから旅行ってよって、生き生きしてる和道みたいよっていうのは分かるけど、お前旅の時にお前フォローしてなかったじゃねえか、この野郎っていうやつ腐るほどいるから、もうそういうコメントはもうしかと。小やじいらっしゃい、和道。本は参考程度かな、やっぱり経験。で、その先輩から教わった言葉でさ、上場企業2社作った人がいて、でその人に言われたのが、本、お前が本書けって言われたらどんな本書くっつって、自伝を書けって言われたらさ、10倍ぐらい持って話すだろって。 そう、みんなそうなんだよ、人間って。だから本に書いてあるのは10分の1ぐらいのことが本当なんだっていうふうに読めよって言われた。本はたくさん読んだ方がいいと。だけど10分の1ぐらいほどほどに入れ込むなよって、そこには真実なんて書かれてなくて自慢話が書かれてるだけだからって 10倍に話持ってみんな書くんだよって、俺すげえって、お前だってそうだろって、はいそうっすねっつって、読み手は全部読んで10分の1ぐらい、まあ話半分以上嘘なんだろうなぐらいに持ってるだろうなっていうふうに読めと。で本を読むよりいいことは人と話せと。で人と話すと、それは体験がそのまま手に入るだろうって。ただ話すときに気をつけた方がいいのは、よく言われてるのが話半分に聞けって。人と話すと自分の情報を担保にしてるけど、それでも人間って盛るんだよって、話倍にして話すんだよって、ふかすんだよ人間って。だけど自分があんまりふかしすぎると、本まではふかさないけど、大体の人間は話倍に持って話すから、だから人と話すときは話半分に聞けって言うだろうって。だから本を読むより人と会えと。それよりもいいこと何か、お前がやることだよ、何でもいいからトライしなって、怪我してもいいからって、怪我すること失敗すること何もかも含めて100%真実だからって。人はお前のこと失敗とも言うかもしれない、成功と言うかもしれない、そんなん関係ないと。転んだ時の痛さ、スポットライトの眩しさ、上場した時の鐘の音はどんな音だったか、従業員の笑顔、苦しみ悲しみ、全部真実だから、だからできるやつはやるんだよって言われた。本を読むより、だからね、青じいはギターのプロなんだけど、そのね、本ばっかり読んでスコアブック読んでてもギター触ったことなかったら弾けないからね。で、何々の曲の譜面のあそこは綺麗なんだよなんて言ったってさ、じゃあ弾いてみろっつったら弾けませんってなったら終わりだもんね。なんだお前、スコアブック1万冊読んでお前1曲も弾けねえのかよって。 だったら下手くそでもいいからギター弾いた方が全然いいよ。はい、ハゲだるま先輩はどつ。私は旅好きだった。自分があんま行けないからってコメントしたら、行きたい場所に行ってくれたから行くよって言ってくれて嬉しかった。旅は行くよ、旅は行くけど、俺が何よりも大事にしてるのは自由でいることだから、自分で決める旅行くかどうか。じゃないと自己責任取れなくなるんだわ。リスナーが言ったから旅行かなきゃよかったとか言わせねえよ。そう、感動も失敗も自分のものだから、それを共有したいだけね、リスナーさんと。ですよね。だからマイケル・ジョーダンの話がすごい好きで、なんかインタビューに来るたびにマイケル・ジョーダンってうんざりするんだって。シュート何本決まりましたねとか、得点王ですねとか。でその時にマイケル・ジョーダンが一回ブチ切れたことがあって、お前らさって、俺がシュート何本入ったとかどうでもいいんだよって。俺が話したい話は、俺が今まで人生の中でシュートを入れた数じゃねえんだと。俺が本当に話したいのは、今まで俺は誰よりもシュートを外した男なんだっていうことを話したいって言って、その記者団を驚かせたことがあるの。要は、
俺はシュートを入れるの確かにみんなより上手いよって。でも誰よりも練習して誰よりもシュート外してきたから入るだけなんだよって言ったんだって。身体能力とか神の子とか言われてるけど、俺誰よりもシュート打ってっかんねって、誰よりも外した男なんだよ俺は、っていうジョーダンがのインタビューがあって、逸話があって、わあかっけえ本物だわと。俺は誰よりもシュート外してきたから誰よりも入るだけなんだって。まあその話聞いた俺の感想は絶対嘘って思ったけど 絶対才能はあるって思ったけど、エアジョーダンは。まあだけどその心意気がかっこいいっていうか、俺はすげえそのジョーダンのセリフは真理だと思ってるね。だから俺は誰よりも配信時間長くやろうと思ってるね。時間だけじゃなくてね、密度とかね、質を上げていかないとダメだけど、誰よりも配信長時間でやってるのは俺だよ。配信者、配信界隈で多分トップレベルだと思うよ。俺より毎日放送やってるやつ誰かいる？サボらないで毎日10時間配信してる配信者見たことある？他に。少なくとも俺が知ってる限り知らないね。だから配信雑談うまいですね、お話上手ですねって、バカ野郎話下手だよって、ただ誰よりも配信やってきたんだから上手くなるだろうっていう それ手の抜きどころとかも分かってくるっしょって、緩急のつけ方。俺はそれを声を大にして言いたいよ。まあでもてっぺん取らないとダメだけどね。キングオブ配信者になる、なりたいよ俺は。はい、グのこっちはワードツ。だからさ、リスナーとかさ、その辺のなんかポットでのさ、ちょっと人気出てる配信者に配信論とやか語られるともうイラッとくるよね。お前俺に言うの？みたいな。まあ先輩とかのアドバイスはもう素直に勉強になるけど、ポットでのやつに、荒野とかにさ、もう配信がどうのこうのとか言われたらもう殺意湧くよね、本当に。あ、NG ワード気をつけてください。 NG ワード気をつけてください。申し訳ない、モーモーさん、 NG ワード引っかかっちゃいました。申し訳ないっす。申し訳ない、もうもうさ。NG ワード気をつけてください。でもヤミーの3倍ぐらい俺放送時間長いよ。多分。ヤミーの3倍は放送時間長いよ。毎日やってるけどね、ヤミーは。何ができる？何ができるってどういうこと？でも配信論を突き詰めると、俺ね、なんかね、配信論ダメだなと思ってきたもんね。要はね、配信者って何かって生き様だから、さっきちょっと書いたんだけど、俺配信者じゃないやと思って、配信家なんだよね。配信家、芸術家、漫画家と同じように配信家なんですよ。そうそう、だから人間突き詰めていかん、例えばね、面白い話をしようっつっても面白くなれないんだよね。もう極端な話、究極の最終形態は、面白い話ができる人間になるんじゃなくて、面白い人間になったら勝ちなんだよ。寝てる時間は長いね睡眠時間長いのはご愛嬌だよ。ただ起きてる時間ほとんど配信やってんだから、
本当にベッドから起きて配信して、ベッドに、もう配信切ったらベッドに着くって感じだもんな。別にだからお風呂バンにならないんだったら、もう寝てる以外は全部垂れ流したいもん。本当に。まあ雑談はコツがいるんだよね。その気持ちを入れるのとストーリーを入れていくっていうのは。だからその人に話すってさ、その、なんていうの、ストーリー仕立てにするといいんだよ。時系列をしっかり整えて。で、パズルなんだよね。A があって B があって C なんだよっていう話を、C を先に話してやるのを統治法っていうわけじゃん。こうだったんだよ。でね、A がこう言ったからなんだよ。で、B がこう言ったの。で、C なんだよ。っていう、要は、統治法からの繰り返すとかさ。そういう、なんつうんだろう。なんかリズムみたいなのがあって。例えば B からの話にしたりとか。そうそう。そういうのがあるんだよ。そう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 。ガラス張りっていうか、まあ、配信、俺はプライバシーはほぼないと思ってて。その、なんだろう。配信で話せなくなる話を作りたくない、あんまり。全部オープンにやっていきたいの。だプライベートっていうよりも、もう本当、睡眠すらも俺は配信の、なんつうんだろう。再起動みたいなもんだから。メンテナンスみたいなもんだからさ。まいちゃんはどつ、バカありがとう。それくらい配信にかけてるけどね。だってさ、俺言われるんだ、こんなの配信外でやれって言われるでしょ、普通だったら。違うんだよ。カッターで配信のステッカーを切るのも雑談しながらこなせるぐらいですよ、俺。ながら作業をやりながら200人楽しませることができちゃうんだよ。すごくない？普通の仮想配信者、カッターでステッカー切る枠なんかやったらかそるでしょ。大手でもかそるよ、多分。俺違うから。カッターでステッカーを切る枠で200人楽しませることができるから。わ かる？もう要はプライベートの時間なんかないから、俺に。だって、ねえ、その、極端な話、のんちゃんなんか、ほんと後ろで寝てるだけのかわいそうな生活ですよ。どっか連れてってなんか言えないんだもん。行きたいかどうかは別として、俺に何かをその要求することができないんだよ。 全部配信に乗っかってるから、喋りかけることすらできないんだから ずーっと毎日後ろにいて、俺がお茶取ってって言った時だけお茶取ってくれるんで、俺本当に寝るからね。だからそういうもんだと思うよ。だからもう生き様をただ見せるっていうか、それでも喋るんだよ。でもやるんだよっていう。で、その喋るって何なのかっつったら、じゃあ、その経験とか心とかでしょ。心を伝えるためにやるわけじゃん。ふわっちでリスナー同士のフォローって何か意味ありますか？わかりません。知りません。もう僕はリスナー一人、誰一人フォローしてないんで。知りません。意味あんのかな？なんか、つながってる気になってるんじゃないの？数増やしたいんじゃないの？私これだけフォロワーいるんだっていう、なんか満足感が、なんかこう、満たされるのかな？なんだろう。心と経験、その、経験がまず大事。骨組み、柱みたいなもんで。経験。で、その体験に、例えば、いや、昨日食べたリンゴめっちゃうまかったんですよ。すげえうまかったっす。っていうか、いや、昨日食べたリンゴ、めちゃめちゃうまいよ！っていうかなんだよ。伝わり方全然違うでしょ？いや、昨日飲んだコーヒーめちゃくちゃ美味しかったんですよね。いや、昨日飲んだコーヒーさ、聞いて、マジびっくりするよ。うまいから。この言い方だけで、リスナーさんに伝わり方が全然違う。心を込めるって、そういうことなんだよ。違うんだよ、全然。そう。だからその、ブーストさせるっていうか、その、
ストーリーに感情を入れるっていうか、そこは大事だと思う。はい、ジンさんバーガーありがとう。伝えたいと思ってるかどうかだよね、ハトね、リスナーさんに。正直旅で、うわーすげー綺麗、いやマジやばいから海だよって言ってるけど、俺の中では海だわーって思ってるからね。あ、山だわーとか、あ、雪だわーって思ってるのを、うわめっちゃ綺麗だわやばいわってやってんだよ。悲しい職業だよ。そんなに会いたくないのに、うわ会いに来てくれてありがとうって言ってるからね。全然会いたくなかったりするから。これは怒られるな。これはリアトツした人に怒られるわ。うん、今のはカットでいこう。うん、本当は会いたいんだよ。うん、すごい嬉しいからね。リアトツのはダメだ。イメージダウンだわ。うん、今のはイメージダウンだったわ。減点だね。それ聞きたくなかったわ。今のは冗談だよ。ガズ。でもまあその心を入れるっていうのは意識してるよ。だからあの調子いい波すげえ3メートルあるっつったら、本当は30センチだからね、あれ。遠近法ででかく見えてるだけで波こんなもんだから。全然津波だとか言ってたけど、もうこんなんですよ、波なんて。空も沖縄の空若干ね、そんな広くなかったんじゃないかっていう。ね、そんなに青くないなみたいな。あと沖縄そんな暑くないからね、みんなが思ってるほど。そうそう、実無常。沖縄の CD バーガーありがとう。はいカットっつって。あの感動回生って。政権好きも本当は2回しかやってないんじゃないかって疑い出てきたわ。あれ1万回やってないからね。あ、実はみんな2回をあの編集でこう何回もリピートさせてただけなの。最初の1回と最後の1回をずっとこうで、あと疲れたわ汗かいたわっていう別シーン、 CG だから。あれ1万回配信もやってないです。うん、リアクション、いやあのね、リアクションしすぎるのダメって言うけど、あの生で俺の放送を見たことある人はわかるけど、相当オーバーにやってるよ。あの大げさっていうわけじゃなくて、画面のその要は感じで伝えるのって、あのじゃあ言うわ、俺後ろ向きでやるけど、みんなさ画面のってこうやってやってんだよ、俺カメラに向かって。すごい変なやつでしょ。いや聞いてっつって、コーヒーがーって、普段の会話でこんなやつ見たことないでしょ。こんな大ぶりなリアクそのボディーランゲンするの。そのみんなに向かってやってるから伝わるけど、俺カメラに向かって何もないところに向かってこうやってやってんだよ。だろうってわかる、この異常。それをパソコン持って歩きながらでしょってやってんだよ。それは周りジロジロ見るでしょ。うん、だから旗から見たら大げさだよ。超大げさなやつだよ。チョコミントはどっち？アイテムはあのリアクションでかいやつがアイテム稼ぐのうまい。だからリナネコとかアイラとかやっぱ大事だなと思うよ。心込めてありがとうって。だってアイラね、ありがとうって言うでしょ。花火ありがとう、なんとかちゃん花火ありがとうって結構声張ってるからね。アイラは職人だよ。アイラの花火ありがとう、すげえ寝れるもんね。うん、ああ、聞きたいわーってなるもんね、またね。花火ありがとうって、こう、2オクターブぐらい高いもんね、アイラ。
まだまだやっぱね、100、700万稼ぐ男は違うよ。でも、あ、大事なことだよ。大事なことだよ。だって花火投げてる人からしたら、最高の花火ありがとうが欲しいわけだ。最高の。今日一の花火ありがとうが欲しいわけだから。どんどん声高くなっていくよね。こんばんは、夫婦マン。大事だよ。大事大事。ねえ。酔っ払い配信とか言ってるけど、そんな酔っ払ってないからね。あれは全部演技だから。おお、ピーマンはだつ。今日はいろいろなワドさんが見れる。だからさ、ほら、テレビの収録とか見に行ったら、芸人さんってこんな声張ってるんだってびっくりするよ。役者とか。生で見るとすごいよ。やっぱね、カメラは、その、ボリュームの調整がされちゃうし、伝わらないんだよね、やっぱり。大阪今月末に来るから。大阪ね、行く行く詐欺だからね、大阪行かないとね。ちょっと、待ってね。大体ね、ステッカー銀行振り込まれてからね、10日間も放置するような男だし、いまだにあれだからね、沖縄のハンカチを送ってないからね、俺。そういう金もらってでも動かない男だから。もう最低な男だからね。配信バカだから。ね、観戦行くとわかるよね。芸能人ってすごいなって思うよね。そう、ただ、ヘラヘラやってるだけじゃなくて、やっぱ、そのテレビに出るような人って、テレビの、そのプロっていうか、ないと干されるよね、やっぱ。カゴンさんのバーの件は返事はしてないかな、まだ。いつやろうかな、ね、よ。
すげえ几帳面。すげえ几帳面だよ。でもね、いいんだよ。今ね、もうついに和道の、今ね、郵便物今まで、これで郵送してたのよ。これで郵送してたの。でもさ、こっからさ、このシール出てきてもなんか1000円感が出なかったの。俺がもし、これで、なんか、手紙買って、1000円払って、これでこれが出てきたら、がっかり感がすごいじゃん、なんか違うぞって。これは絶対1000円しないぞ感がすごくて。で、俺考えたの。どうやったら特別感が出るかっていうのを。で、封筒を横型にしたんですよ。送料は込み。で、封筒これにしたの。で、横型にして、で、この透明のケース、プラスチックケースを入れるようにしたんだけど、これでさ、送られてくると何が変わるって、特別感がやっぱ変わるんだよね。不思議なもんで。これでさ、窓からって書いて送られて、開けた時の、この感じ？この感じ？横型の方がいいでしょ？なんかね、こういうところにこだわっちゃうっつうか、やっぱ高いお金払ってるわけだから、リスナーさんは。ワクワク感、開封枠だから、リスナーさんの。だからこう来て、おーってなるじゃん、おー。これが和道シールか、みたいなね。だからそういう、だいぶ違うんだよね、封筒1個でも。こういうところがセンスなんだよ。だからそういう、だからもう、これリスナーさんからいつでもできるように大量に買っておいて。縦長だとね、なんか書類感っていうかさ、なんつうんだろう。なんかがっかり感というか、なんかね、役所感。区役所ではないけど。あやりんいらっしゃい。字、うまいか？俺、癖字って言われて怒られてたんだけどね。俺、字下手だよ。どんどん下手になってる。で、例えばさ、あとさ、なんか、予算とかさ、なんか、汚いさ、なんか、100均のポーチからなんかステッカー入って売るんだよ。あれを見るとなんか嫌だなと思ったから、俺はステッカーはいつでもリアト来た時、あ、OK ですよっつって、名刺入れに入れて、で、必ずこうやって渡すようにしてんの。今までね、こういう風に。で、こうなりますけど、どちらがよろしいですかっていう風に、ちゃんとなんつうの。あんまり失礼のないようにっていうのは心がけてるんだけど。でもさ、こっち側にしようかなと思って。ケースもちょうどいいサイズのがあったから、こちらが商品ですって言って。で、どうですかっていうふうにちゃんとできるように、これを普段ここに入れようかなと思って。いつでもリアトツ来た時用に。っていうふうには考えてるかな。見せ方っていうかさ、ブランドってブランド作れるやつはそういうやつだと思ってんの。原価なんかたかが知れてんだよ。だからスーツを着てるかとか、埃がないかとか、そういうおもてなしができるかだと思ってて、接客の対応できるやつが。俺はこれが、こじゃれ感っていうか、ブランドって原価よりも高いわけですよ、絶対。でも、なんでじゃあ、例えばさ、クロムハーツっていうすごいブランドがあると。で、クロムハーツってシルバーなんだよ、材質。で、どう考えても値段おかしいんだよ。で、デザインであったりとかもそうなんだけど、やっぱりクロムハーツの店員の接客がすごいっていう、内装とかにも金かけてるとか、あとブランドイメージを大事にして作ってきたっていうのはでかいと思うよ。だって俺、ベルルッティ行った時、本店行った時、感動して、かっこいいスーツ着た店員さんが、ね、カウンターとかでシャンパン飲んでんだよ。俺びっくりしたよ、本当に。これが東京かって思ったもん。で、あ、すいませんって、ちょっと見てもいいですかって言ったら、あ、いいよって言って、いいですよって感じなの。嫌味じゃないの。あ、見てってください。どうぞどうぞ、いいよいいよ、みたいな感じで。わ、いいなーって見てたら、向こうでトレンチ持って、お盆にシャンパン持って、どうぞって。もしよかったらどうぞって。超かっこよくない？シャンパン飲みながらここで絶対財布買おうってその時決めたんだよ。ここの財布使いたいって。それを知ってる男になりたいっていうかさ、
そのベルルッティ、やっぱそういうところで遊び慣れてる人がそういう財布使うわけじゃん。で俺は一生ものでベルルッティの財布使いたいなっていうふうに思ったの。うん、ポーチとかで折れてたり、そうそうそう、だからその梱包でちゃんとこういうふうに入れるっていうのと、そのなんて言うんだろう、ケースの中、その商品が崩れないようにこうやって入れる、そのくしゃらないっていう、郵送販売しても大丈夫っていう、そう、な、それは心がけてるかな。うん、ね、やだよね、自分ね、自分のやっぱり商品思い入れあるから買ってくれるわけじゃん。うん、そう、しかもさ、よっさんすげえのさ、あーステッカーあるよっつってバッて出したら、そう、100円のポーチ、透明のポーチ出てくるんだ。あ、わかるでしょ、でかいやつ。あそこに現金ぐちゃぐちゃに入ってんの、領収書と現金とステッカーがぐちゃぐちゃに入ってて、もうロックだなと思ったよ。もう要は部屋の中と一緒なの、よっさんのステッカーも現金も、リスナーさんからもらった現金とか領収書とか全部ぐっちゃぐちゃに入っててすげえと思って、うん、そうだね、ザ・ブランドっていうのはあんまり好きじゃなくて、そのうん、カルティエもいいよ。カルティエで買い物すると何がいいっていうと、あのすげえかっこよくて、もう店員さん接客でスーッと言ってて、どうぞみたいな感じなんだけど、お会計の時にどっちが会計するかを見抜くの。もう本当にずーっとさーっと見ないふりしながら、近寄っても来ないのよ。絶妙の距離感でずーっと観察してて、こうちらっと。で、会計する方に話すの、わざと。あ、お客様、ちょっとよろしいでしょうかって会計の時に、はいって言って。で、あちらに新作のブランドがあるんですが、ちょっとご説明させていただいてもよろしいですかって男の人がいて、あのぜひお客様ご興味があると思いますんで連れてくじゃん、こうやって話すの、連れと。でその時にこっちの会計の人に、お客様って今回はどういったプレゼントの内容でしょうかって、お誕生日ですかって、それとも何かご記念でしょうかって聞いて、でもしよろしければサプライズでカードの方をお入れしましょうかとか、一筆入れますかとか、プロってると思ったよすごくない、ふわーってわざと引き離して会話ができないようにして、その人のプレゼントだったらこういうメッセージとか喜ばれるんじゃないですかって、でもしよかったらそのカードとか入れますけどとか、どういう渡し方が一番喜ばれますかみたいなことをコンサルするの、その場で。やばと思って、超かっこよくない？うん、すごいよね、これが接客だと思ったもん、本当に。そのただ売るだけじゃなくて、もうリピートしたくなるんだよね、そのベストな。だからもうそのうちの店で買うなら特別ですよねぐらいの感覚なので、だったら私たちが特別なおもてなしさせてくださいみたいな。超かっこいいよ。カルティエもかっこよかったよね。で今日あの実はユナイテッドアローズ行ったのよ。ユナイテッドアローズに行って、その靴買おうかなと思って、あのオールデンの V チップ買おうと思って、いつも置いてたから行ったの。そしたら店員さんに置いてなくて、あれ見当たんねえなって、いつも置いてんのにと思って、で店員さんにすいませんっつって、オールデンの V チップのコード番の赤ってどこ行きましたって言ったら、申し訳ございません、あの今現在並んでいるものしかございませんって言って、あーオールデンの取り扱いやめちゃったんすかって聞いたら、いえ当店は創業以来、あのオールデン様とはもうつながりが深い関係ですので、ただこちらの方から取り扱いしたいということでオファーはかけていて、年に1回入荷するという形なんですよって説明を受けたら、ああそうなんですかつって、ユナイテッドアローズさんオールデンとすごい取り扱い長いですもんねって言ったら、はいって、あの誠に申し上げにくいんですけれども、もしお急ぎでなければ我々その取り置きというか予約の形でオーダーは受けたまらせていただきます、でもしお急ぎでしたら誠に申し上げにくいんですけれども、伊勢丹さんが近くにありまして、伊勢丹様もあのオールデン様と提携されてますのでっていう、かっこいいよね、そのお客様に合わせて、そのもう今求めてるのであれば申し上げにくいけど他店でも取り扱い合いますっていうことを、やっぱねハイブランドほど言うんだよ。その苦手な部分はきっちり、そうかっこいいんだよ、これが接客だよっていう、そう
そう。俺はこういうなんか神ってる接客を見るとすげえってナイスって思うの。この店員さんはかっこいいっていう。う。うん。あと、じゃあ、そう、ハイブランドだからじゃないっていう例で言うと、これも話したんだけど、近所の松屋の、お兄さんが、やっちゃいけないことなんだけど、カルビ定食頼むの。そしたら、カルビ作ってるのよ。深夜で俺しかいないの、お客さん。で、そしたら、カルビの、なんか、在庫を見たら、パーって戻ってきたのよ。そしたら、あ、すいません。カルビ多めに食べれますか？ って言うのよ。俺意味が分かんなくて、はいって答えちゃったの。そしたら、多分ね、在庫の関係で、今日、1枚だけ肉が多かったんだよ、多分。その時たまたま。その兄さん、1枚多めに肉焼いてくれたの。捨てるぐらいだったらで、ね。これ多分ね、松屋に怒られるんだよ、多分。だからあんまり話したくないんだけど、俺はその時のお兄ちゃんの対応がなんか、普通の定食屋さんっぽくて好きだったね。なんか、ほっこりしたっていうか。店のマニュアルは多分違反してるんだろうけど、そのお兄ちゃんのなんかアドリブ その捨てるぐらいだったらお客さんに食べてもらいたいっていう、そのなんか松屋の店員さんなんだけど、そうもてなす心を持ってるっていう、吉野のバイトの女の子は外人さんに英語ペラペラ接客してるのもかっこいい。あ、東京のねお店は結構中国語とか英語喋れるスタッフさん結構入れてるよ。あ、でもなんかかっこいいよね。なんかやっぱできる子なんだ。だから接客ってやっぱ難しいよ。俺服屋さんで絶対買わない傾向がある店は、店員さんからガンガン話しかけてくる店はもうすぐ出る。あれは押し売りなんだよ。その服似合いますねとか、どこから来たんですかとか、もう超いらない。いらない。そうじゃない。俺だから店やるときとかはいつも絶対話しかけるな。ただ、見過ごすなって言ってた。あ、粋だよね。粋。そうそうそう。そう。青じい、そう。粋なんだよ。そう。いいコメントありがとう。そう。粋なんだよ、これが。わかる人にしかわかんない。そう。で、接客する基本っていうのは何なのかっていうと、お客様が何を求めてるか絶対見逃さないこと。だけど一番やっちゃいけないことは、お客様の邪魔をすることなの。いい商品が並んでたら売れるんだよ、絶対。ただ、買いたいっていう意識って結構その時間がかかるの。1分2分とか。で、その買うか迷ってる時に話しかけられたら逃げるんだよ。で、逆に喋られたい人っているの。店員さんとコミュニケーション取りたい人は絶対店員さん呼ぶの。店員さんに、この服どうなの？とか、ここどうなの？って絶対来て、ガンガン喋ってきたらガンガン返すと。だけど自分からは行かない方がいいっていうのはもう徹底してたね。ゲストさんいらっしゃい。そうね、やっぱりね、東京のお店は大阪みたいな人、それはね、やっていいのはやっぱ関西の人なんだよ。お姉ちゃんどっから来たの？っていうのが、うまくできるのって、やっぱ関西の商売人、あれ、超神ってる接客なんだよ。話しかけて買わせちゃうっていうのは。あれでもね、東京の人は無理よ。似合わない。そう。だから、新人の売れない店員ほどガンガン話しかけちゃうんだよね。いつも言ってたらアイコンタクト。だからいつも言ってんじゃん。ね、俺がね、ランボルギーニ買うと。そういう時は外配信でファーっつって、ああ、車欲しいね、ランボルギーニかっこいいねってなったら、俺がランボルギーニブーンって入って、ディスって言ったら、店員がイエスって言って、もうこれで終わりだよ。ディス、イエスって言って。で、もう会計無言で出てって、最後ブーンだよ。俺はそうだと思ってるよ、ランボルギーニ買う時は。俺がディスって言ったらイエスって答えてくれるよ、店員さんは。だからこれが最高の接客だっつってんの。東京は話しかない。人によるね。人による。だから教育が行き届いてるかどうかな。で、いい話しかけ方ってあるの。話しかける攻め方って、俺営業マンやってたから、俺たまに使う手なんだけど、全く関係ない話する、商品と。商品と違う話は盛り上がりやすいの。商品だと売るっていう意識が絶対出ちゃうのよ。で、売るは悟られたらダメなの、店員さん。でも売りたいわけじゃん。そういう時は全く別の話題する。
何々ですねーって。そうするとね、いい感じが出るの、店員さんが。なんか今日暑いですねーみたいな。しかも作業しながらやるのがコツね。なんか磨きながらとか。もう本当に天気の話はベタかもしれないけど、もう本当になんか、ああ、どこどこの商品ですよねーみたいな。そのジャンルと関係ないもんね。ああ、どこどこのバッグ素敵ですねーとか。前雑誌で見ましたとか、その関係ない話をして仲良くなっちゃうっていう手がある。はい、ブドウ糖先輩、風船ありがとう。いつも言ってるけど、されて嫌なことはしないってことだよな。されて嫌なことはしない。で、されて嬉しいことは意外とやっぱ周りの人も嬉しかったりするから。接客上手い人っていうのは、その言われて嬉しいことやるよね。松屋ですっと食券出すと無言でその通りのメニューが出てくるよ。違うか。うん。食券買う前にもう入った瞬間にもう作り始めてたらかっこいいけどね。食券を買う前にもうこの人はこれに違いないっつって。 でも食券出した瞬間に入れ違いで丼出てくるみたいな。そこまでやるとかっこいいけどね。これでしょみたいな。 食券牛丼の大盛りでございますねみたいな。 できてるんかいみたいな。そう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 、そこまでいったら神ってるけど、それはリスクが高すぎるよね。ほぼ賭けだからね。ギャンブルだからね、それ。あ、でも俺一番ムカつくのは、店員が決めるときがあるの。あ、ほら、この前さ、お釣りの計算早いっていう話したじゃん。この前そしたらね、お釣りの計算俺、足し算引き算めちゃめちゃ早いのよ。だから、何円になると555円のお釣りが来るとか、枚数を最短で計算するのがうまくて、この前、近所のファミリーマートのインド人の店員さんが、俺パッてお釣り出した瞬間に、タタタって言って、タタタって1004円みたいにパーンって打った瞬間に555円で出て、ふーっつってたよ。クールみたいな感じで、ふーみたいな感じで、ふーっつってたよ。すごいみたいな。日本人すごいねみたいな。接客ではないけど、あのリアクション面白かったね。コンビニの店員、ふーっつって。それ外人ならではだなと思って、それは笑った。ちょっとちょうどその話をしてる時にした次の日ぐらいにその店員のリアクションだったから、これは面白いと思って、そのリアクション、そういうのはなんか面白いよね。なんかそのアメリカ人とかがやりそうな外人さんのノリだよね。その感情が出ちゃうっていう。そのアルバイトも楽しんでやるっていうかさ、映画みたいだよね。 本当に本当に日本人はね、絶対ドラクエの花窓って、あ、知らないです。はい、そろばんやってた人はお釣り計算早い、555円で。そう、びっくりされたら、で、俺がイラッとするのは、なんかずっと待ってる店員、もうこっちは出し終わってんの、計算パパッとできるから本当に早いのよ。で、なんかなんでこんな端数なんですか？みたいな。これじゃあ合いませんよ、お釣り。みたいな、ババア。なんでしょう？みたいな。ここはもう100円出した方がいいんじゃないの？みたいな。いや、これで。もうこっちもイラッと来てるから。ディスって。これで？って言うと、ババアが。はあ、みたいな。はあ、5円玉だった。みたいな。この人、負けた。みたいな。ババアちょっとふてくされながら。ふん、みたいな。ああ、もうイライラする。ババア、本当に。お前より賢いわって。それだったらね、ふーって言ってもらいたいよね。外人さんにね、ふーっつって。戦いだよ。お釣りは戦いだから。そのレジ並んでる時に忙しいのに、みたいな。この人何もたついてるんでしょう。こんな3円、23円まで出しちゃって。腹立つわ。バカ、ありがとう。
あとね、中国人のオリジン弁当があるんだけど、中国人の店員さんがいるの、研修中の。オリジンよく行くから。で、夜中に 行ったら可愛かったんだよね。すいません、このオムライスと唐揚げ2つトッピングとちくわありますか？って聞いたら、すいません、見てみたいな、私のこと見てみたいな感じで、まあ中国人だな、女の子だな、まあ研修中の若い子だな、全部悟って、ルックミーみたいな顔をされたから、今私しかいないんですって言われて、うん、つって、作れませんって言われて、ストレートだなと思って、面白いと思って、何なら作れるのって聞いたもんね、俺。逆に、なんか言い訳をされたりとか、時間がとか、今作れるものがじゃなくて、ルックミーみたいな顔されて、作れないんですって言われたら、すがすがしさに好感を抱いて、どれ作れるって聞いて、とんかつ弁当を頼んだ。いいよね。作れませんって。中国人だし、研修中だし、みたいな。いや、正直でよかった。素直でよろしい。素直でよろしい。作れません。そしたら作り始めたらさ、おはようございまーすって先輩来たから、おいと思ったけどね。30秒後ぐらいにジャーってこう作り始めたら、おはようございまーすって言って、中国人もおはようって、おはようじゃねえわっつって、来るんじゃねえか、30秒後にお前先輩、作れるだろこいつって、俺は知ってるぞって、こいつ長いの、こいつ4年間働いてるから作れるぞと思って。自分の給料に関係ないから売り上げに貢献する気ないよね。そう、もう適当なの。もう口笛とか吹いちゃったりするのよ。さすがに怒られてるけど。なんかね、もうすごいよ、外人さんは。適当だよね。労働の楽しみ方を知ってるっつうか。もう売り上げ上げようとか気がさらさらないよ、もう。いかに楽しく時間を過ごすかしか考えてないの。オリジンの唐揚げ美味しいよね。爆弾みたいなでっかいやつが一時期売られてたんだけど、なくなっちゃったよね。不評だったのかな。食べづらいもんな。すげえでかい唐揚げに切り替えてたんだよね。ゆうこさんいらっしゃい、こんばんは。松屋のレジの精算と食券、どっちが正しいと思う？功利主義。要は、採算性であったりとか、経営者の目線とか、売上のこととかを考えたら、松屋ですよ。要は、スピード、効率。功利主義的な考え方をしたら松屋。ただ、接客的に言ったら、飲食店としては吉野家の方が正しいと思ってる。ただ、東京の昼時とかのことを考えたら、食券の方が絶対いいんだよ。スムーズだから、回転率で考えたら。だけど、食い物を、まず店っていうのは先にもてなしてから最後お金くださいが綺麗なやり方だと思うよ。だから俺はいつも言ってんだけど、何々するからお金くださいっていう配信が嫌いなの。1時間喋る。楽しかったらアイテムよこせっていうスタイルの。俺は先に投げてるからねっていう。俺は先に喋るし、楽しませるから、どうぞタダで見てくれと。で、面白かったら投げろよっていう、脅迫観念。それがアイテムタイムですよ。トントロエビフライ弁当が好きなんだ。吉野家はお客さんと触れ合うとか、そういう考えで食券は採用しない。だから接客だよね。だけど、効率は悪いと思うよ。都内のオフィス街とか食券制入れてくれよって思ってるはずだけどね。だって、食券入れた方が売り上げ上がるもん。人件費もコストをカットできるからね。でもね、何が出てくるかわからないものに対して先にお金払うっていうのは俺は嫌だよ。レジで金額言われて財布を取り出す人とか後ろから並んでてどう思います？レジで金額を言われてから財布を取り出す人？もたもたする人。俺だから外配信で申し訳ないと思うのが、すげえリュック背負ってるし、片手で持ってるから、カバンをどっかに置いて、リュック下ろして、で、お金取り出さないといけないから、
だからその旅配信に行くとき、こっち側にお金を入れるようにしてるんだけど、俺は申し訳ないなと思うね。なるべく用意はしようとは思ってるけど。だから、その気遣いとしてはやっぱ財布出しておくべきだし、その取りやすくしておくべきだよね。後ろの人のために。吉野家の店員も感情のない外人がそれだとイラッとするときある。ああ、確かにね。でもね、ふてくされて仕事やってるやつは俺は嫌いだよ、やっぱ。金もらってる以上、やっぱり、なんかね、セブンイレブンのそこの店員さんがすげえ気持ちいいおっちゃんが店員接客すんだよ。なんか一声かけんの。必ず。暑いですねとか、いつもありがとうございますって一言本気で言うのよ。なんかもうなんか、ありがとうございました。またお越しくださいませ。いらっしゃいませ。はい、次の方、お弁当温めますか？はい。ありがとうございました。またお越しくださいませ。なんかさ、お前ロボットかって思うの。日本人も外人もそうだけど。お前ロボットかって。そうじゃなくて、普通にいいのよ。普通に言おうよって。今日も暑いっすねって。お弁当温めますって。ありがとうございます、いつも。またって。マニュアルの言わされてる感がすげえ嫌なんだよね。オーナーだけじゃないの。おっさんなんだよ、そこのセブンイレブン。なんか、オーナーもそうなの。オーナーも現場立ってるんだけど、全員おっさんなの。なんか3人ぐらい。50ぐらいの、4、50代のなかなかのおっさんなんだけど、みんな店員いいんだよね、なんか。そこのセブンイレブンは。そこがセンスなんだよね。そう。マニュアルをただ言えばいいっていう言わされてるやつはダメだよ。そう、言わされてるやつ、やらされてるやつ、言わされてるやつはやっぱダメだよね。話にならないよ。沖縄のね、旅。だからああいうのは文句言うよ。あれは完璧に店側が間違ってるからね。さすがに嫌だなと思っても言わないのよ。もう店に非がある場合はガンガン攻めるから俺。おいって。おい。で、俺その究極系の仕事が本来キャバ嬢とかホストだと思うの。それを究極に極めたやつが本来のホストとかキャバ嬢なんだよ。もうね、最近のキャバ嬢もうほんと嫌なのが、こんにちは。どっから来たんですか？わあ、すごいかっこいい。ドリンクもらってもいいですか？しね。今言ってる最高レベルの接客がマスターできるやつが高給取りで、接客だ、隣について楽しませるわけじゃん。なんだお前、テンプレートでお前ドリンクくださいって、なんだお前、やる気あんのかって。花火一発上がるのにどれだけ喋ってると思ってんだよ、こっちは。お前より面白いわ、ボケ。ねえ、1時間5000円も6000円も7000円も8000円も払ってんだよ。お前に出すドリンクなんかねえよ。面白いことやってから言え。って思わない？ どうなんだろう。間違ってるかな。それが俺がキャバクラに行かない理由。でも意識高いキャバ嬢とかやっぱすごいよ。海外で行ったカフェの店員さん、年配の方は多くてかっこよかった。まあ、だから俺はキャバクラ向いてない。なんか男と女のなんか簡易的な出会いの場じゃないから、本来は。もうステータスがあってお金にある人がさ、楽しみに行く場じゃん、女性と。だからプロ意識相当高くないとできないはずなんだよね、本来は。そう、水商売って。やっぱ水商売でやっぱ成功してるマスターとか群を抜いて話うまいもん。接客レベルめちゃめちゃ高いよ。
相手に完璧に合わせてくるからね。なんかそのマスターに言われた一言で配信に応用したことがあるんだけど、つまらないノリとかくだらないことを喋るぐらいだったら喋らない方がいいよねって話で盛り上がって、そのマスターと、例えばね、飲み屋で、そのマスターが言うには、飲み屋でたまに用事があって行くと、その領収書の関係であったりとか、その届け物を渡すとか、お客さんから預かって試合のメスさんに行くんだけど、オーナーとかマスターがいなくてアルバイトの店員さんだけでやってるから、こっちも名乗る必要がない時に客のふりして座ることがあるんだって。そうすると、ウェー、唇真っ赤だね、超真っ赤、ウェーイ真っ赤っていう、その店員と客とのやりとりを見て調子らけるじゃん。そんなんだったら喋らない方がいいよねっていう。これ絶対そいつが損してるのわからないんだよ。こんばんは、岡ちゃん。ハートありがとう。わかる？それだったら、グラスをこうやって黙って拭いててる方が、絶対客も得だし、店員さんも得なの。わかる？絶対かっこいいんだよ、こう。こうやってやってた方が。もう酒のボトルとか拭いてるだけの方がかっこいいんだよ。わー、唇真っ赤、超赤いね、ウェーイってやってる店行きたいと思う？いやー、ないでしょ。でもそれ配信におけるのもそうなんだよ。もう極端な話、もうクソつまんねえトークするとか、クソ盛り上がんないトークするぐらいだったら喋らない方がいいよ、本当に。そのあえてコメントを待つとか、あえてこう間を作るっていうか、しっとりと、それ大事なことだと思うよ。そう、無理しないっていう。そう。損をする話をするぐらいだったら俺は喋らんっていう。いや、もう、まあ一応プロなんで。うん、もう僕プロですよ。シールのこの角を取るプロ。これで生計立ててますから。何年僕がこのシールの角の部分切ってきたと思ってるんですか？わかります？シールのこの角取りのプロですから。これで飯食ってますから僕。舐めないでください、あんまり。な、余計な話しない方がいいだろ。なな、わかる？滑るギャグならしない方がいいって、今まさにそれを言いたくて、それ言いたかったんだよ俺。ああ、バカありがとう。結局若くて綺麗ならデレデレするんでしょ。しないしないしない。俺が若い女興味ないの知ってるだろ、うん、なあ、接客って奥が深いよ。だからどんだけコンピューターが発展して仕事を奪っていっても必ず残るのは俺こういう商売だと思うの。対人、対人。要は接客。営業と接客は絶対残ると思う。うん。どんだけコンピューターが進化してもね、やっぱりね、その人から買いたいっていう欲望とか、人に、人と話がしたい、人にもてなされたいっていう欲望は人間絶対あるから。だからね、配信業を選んだの実はそこ結構でかいんだよね。絶対にコンピューターに取られない。特にその動画はね、取られる可能性あるんだよね。CG で作った可愛い女の子が YouTuber やるって可能性あると思ってんの俺。ただそれを生でやる技術はまだ俺が生きてる間には作られないと思ってて。プログラムで動いてもてなす、コメント返す、面白い、売れる YouTuber プログラムは絶対無理。だから俺はこれを選んだ。AI ではカバーできない領域なんだよね、まだね。
どこまで発達するんだろうな。むしろ AI は完璧すぎて魅力ゼロになりそう。多分だから揺らぎとか歪みとか間違えっていうのを無意識にやっちゃうプログラムができたら人工知能に近くはなるんじゃないかなとは思うけどね。専門性 AI の発達っていうのは俺は人間超えてると思ってんのもすでに。いろんなジャンルで専門性 AI は人間を凌駕してきてると思ってる。まあ将棋にしろ、チェスはもう完璧に勝てるもんね。まあ将棋も負け始めてるし、プロが。だから、なんだろう。何かを一つ作るんだったら、作るとかさ。もう人間が勝てなくなってんだよ。まあ、それはね、産業革命の頃からずっと人間が追ってきたテーマなんだろうけど。だってね、昔は手作りで工場でやってた労働を全部奪ったわけだもんね。一式機械で自動化するだけで。AI を突き詰め、ああ、そう言われてるよね。その言語学であったりとか、脳の研究だもんね、もでもなんか、Facebook のコンピューター同士のやりとりがすごい面白いよね。人工知能と人工知能に会話させたら、勝手に、この二人しかわからないネットスラングを使い始めて、言語じゃなくなった言語で、コンピューター語で話し始めたんだよね。で、危ない危ない危ないっつって電源切ったらしいよね。やばいやばいやばいっつって。そう。最初はハローハローみたいな。今日は何々ですね、そうですね、みたいなのからずっとやりとりさせてたら、なんかガバッババババポペみたいな、ブババババみたいな、ウンババみたいな、やべえやべえっつって。なんか会話始まってるよっつって。バグじゃないらしいの。ちゃんと意思疎通ができてるんだって。でも何言ってるか俺らは分かんない。怖っ。それは電源を落とすわな。そう、人間不要論っていう。それ幽霊並みに怖いよね、多分。その現場にいたプログラマーは多分超ゾッとしただろうね。だからその人間が分かる言語しか使わないプログラムを入れないといけないらしいよ、今のテーマは。要は監視できるようにしないとやばいから。コンピューター語話させない。でもね、文章とかだったら多分ね、ダミーの、だからニコ生やってる時思ったよ。人工知能でわらわらボタンあれば便利だなって。で、実際あったじゃん。あれ多分公式とかで使ってるよ。わらわらとか、要は桜でボタンポンってスタッフが押すと、わらわらが30個出るボタン、わらわらが弾幕で出るボタン、うんうんとかのボタン、そのバランスで下の方に出たり上の方に出たり、ランダムで紛れてコメントを水増しするためのボタンは絶対あったと思うよ。それさ、エイプリルフールの時にさ、その機能を実装したんだよ。で、ギャグでこれを使うはずないなっていう。これをエイプリルフールだから冗談でわらわらボタンですよってやってるけど、それ本社がもともとあった機能をテコ入れしただけなんだよ。汚え会社だよな、本当に。なんかね、閲覧水増しツール使ってる人多いじゃん、ふわっちでも。ニコ生でも多かったんだよ。なんでそれをするんだろうっていうのが俺全く理解できなくて、自分の実力を見定められなくなるんだよ、それって。俺はさ、もう168人とか200人とか240人ってリアルじゃん。絶対これしか見てないって体感があるの。だけどさ、その人に多く見られたいっていう理由で1000人にしたり500人にするやつ多すぎない？恥を知った方がいいと思うよ。自分の力を大きく見せよう。それで人を呼び込もう。浅ましいにも程あるわ。で、それはね、いつかね、自分がしっぺ返しくるよ。だってトークのスキルが上がっていかないし、閲覧水なしひょっとこまずなんだ、やり方してない。誰とは言ってないですよ。誰とは言ってないですけど、俺はもう確信があるよ。だってもう体感でわかるもん。本当の大手ってコメントこれくらいになるだろうなっていうのが体感であるの。ずれてるやつがいるんだよ。で、必ず、ゆっくりゆっくり、上がっていくようにセッティングしてるのよ。わかる？
もうね、もう絶対この人数いないっていうのは、配信者だったらわかるよ。そう、3年も4年もやってれば。やめとこう。やめとこう、やめとこう。でもまあ、そういう世界なんだろうな。認められたいっていう自己顕示欲があるんだろうね。失敗しちゃったな。これあかんやつだわ。失敗した。いや、違うの。分かってないね。リスナーが使ってるんだよ。分かってないな。閲覧が急に増えたの、いつからよ。だから使ってる二人よ。いつ、誰と絡み始めてから増えた？もうだから、要は、そういうことなんだよ。本人が使ってるんじゃないんだよ。リスナーさんが使ってるの。分かって、まだ読みが甘いね。本人がボタンを押したらバレちゃうでしょう。そこはリスナーさんにプログラム仕掛けてもらってるんですよ。そういう世界よ。できるよ。プログラマーは何でもできるよ。本当に。プログラマーは何でもできるよ。本当に。だからもう本当に神様だよ。ネットの世界だ、プログラマーは。だってさ、複数 IP を自動生成するアプリを使って、自動でアカウント、例えば1000個なら1000個持っとくな。それを、IP 別々に振り分けて、要は海外サーバーとか経由するようにしたりとかして、で、何分後に何人、何人って来るようにするっていうふうにやればいいだけだもん。ただ、コメントするとバレちゃうから、ロム線になるけどね。ふわっちでやるんだったら。コメントの数が少ないのに、閲覧が変な増え方をするの。バランスが悪くなるのね。あれ？この人コメント数変わってないのに、なんでこんな閲覧増えるんだろうと、おかしいと思わない？決まった時間、決まった人数で徐々に増えてくんだよ。笑うっしょ。子供魂にも程あるよ。相対的にコメント数も上がってくるはずだし、なんていうのかな。流れがあるんだよ。誰々が終わったらバッて増えるって。だから俺とかさ、よく閲覧が急に20人、30人増えたら、ああ、誰々終わったっしょって。見てなくてもわかるの。大手の誰、クラスが終わると、あそことリスナーどれくらい被ってるなとか。逆にパッと減ると、ああ、誰々始まったのかなって気になって、カチカチって、ああ、誰が始まったんだとか。そういう流れが読み解けるようになってるから、閲覧の増え方がおかしい人はわかるよ。お願い？言ってみて、あややまさん。昨日おすすめ規制食らったらしいけど気がつかなかった。ほー。バガー5個プレゼントありがとう。お願い？なんだろう、お願いって。フォローありがとう。なんだろうね、お願いって。
ツッチーさんがブロック解除してらしい、欲しいのですが。延長前に必ず増えるのはなぜだ？誰の話？いっちゃんの話？それはわかんないね。後半になって増えてくるから、延長前に増えるんじゃなくて、ケツの方になったら増えるのは普通の方だと思うよ。長くやってればやってるほど人は溜まりやすいから。うん。だから枠始めの5分とか人少ないでしょ。ツッチーさんがブロック解除。みんな？それはだから、ほら、最初の1分と、最初の1分間と30分やり通したら、ね、30分の方が長くなるから。何か悪さをしたのか、何か悪さをしたのかじゃなくて、まあ、ブロック入れるようにしてるんですよ。ただ、その、ブロック入れられるっていうのは、俺が嫌な思いをしたのは事実だから、で、ツッチーさん多分2回目なんだよね。俺がブロック入れるの。だから、その、なんつうんだろう、公共の場所じゃん？あややまさん。その、なんて言うんだろう。放送ってさ、みんなが不快になったら、ダメだと思ってるから、みんなと楽しくコミュニケーションする場所だと思うんだよ。で、ブロックの基準とかも明確に書いてるのよ。これはダメですよって。でもまあ、あややまさんにはお世話になってるからね。今回、あれだけど、でももし、嫌なことがあったらまたブロック入れますよ。じゃあ、あややまさんにはお世話になってるんで解除しますよ。2回目ですね。もう覚えてますね。で、俺ブロック入れる時の基準って、フォローしてるかしてないか見てるの、ちゃんと。この人自分のことフォローしてる人か。フォローもしてない、アイテムも投げない、文句を言う。で、リスナーさんは不快になる。悪循環だからさ。今回は、あややまさんのね、お願いだから、あれですけど、もし何かあったらすぐ入れますから。はい、じゃあ、ブロック解除しましょう。はい。ブロック解除しましたよ。ブロック解除しました。これでね、あややまさんがコメントしなくなったら爆笑するけどね。あれって、ツッチーが来てからあややまっていう人見に来なくなったな、つってね。で、ツッチーブロックしたらあややまさんどうもお久しぶりですって。お前じゃねえかってなるよ。そういうところも見てるからね、俺は。そういうところも見てるからね。やっくん、ハート5個ありがとう。三原ひろむさん、風船15個ありがとう。いつも疑問なことが。はいはい。バーガー2個ありがとう。ただのサブアカじゃねえかっていうね。これはね、オーディオインターフェースって言って、音を作る機械とか、音を作る機械か。と、ミキサー機能がついてるものですね。簡単に言うと、ここで音を作ってます。パソコンの中って、その、回路が複雑だから、他のソフトとか、ソフトが干渉しちゃうと音にノイズが入ったりするんだよ。かわいいカバンある。ポンポコさんかわいいでしょ？これお気に入りのカバンですね。NG ワードに嫌いな人の名前入れてるけど、画面に米入れてるから意味ないじゃんと思う。うなちゃんマンゴーどれって書いてごらん。今どれって書いてごらん。うなちゃんマンゴーやってみたらわかるよ。やってごらん。ほら、見れないの。ギリギリ、うまくこの NG ワードで潰れて、実は NG ワードを書いてる本人は見えてるけど、リスナーさんは何言ってるか見えないの。わかる？うまく設計されてるんだよ。映ってるんじゃなくて、もう一回どれって言ってごらん。どれってコメントが見えないの。ほら、どれが読めないでしょ。だから NG ワードを何かしら打ってるんだなって、ほら、わかる？ね？わかる？だから、結局、NG ワードを言ったことだけ伝わってるの。わかった？うなちゃんまんこ。わかる？そう、見えないんだよ。ああ、この人 NG ワード言ったんだっていうのだけ伝わってんの。OK。伝わった？うなちゃんまんこ。NG ワードで答えんの？伝わんねえだろ、他の人に。
え、見えないよね。夜さん、風船5個ありがとう。白の生き物、文鳥の釈迦だね。鳥、文鳥です。和道旅団の副団長ですね。副団長釈迦です。シンガーソングライターの方とか、オーディオインターフェースなるものを使っているらしいです。まあ、オーディオインターフェースがないと、ミキサーとかないと、例えば、その、ここにギターがあるんだけど、こうやってギターの音？そう、こういうのができないから、あはー。そうそう、歌とギターの音を混ぜるとか、こういうのでやるね。ラップとかね。いや、団長俺でしょ。団長俺以外誰にいんの。あ、キーボードも接続できるし、 DJ の皿も接続できるし、こいつがあれば。これ一発しか、楽器一個しかつなげらんないんだけどね。ただ他の BGM と違って音質がいいはずなの。なんか後ろで流れてる感じじゃなくて、本当になんつうの、ミックスされてラジオみたいでしょ。音楽音質崩れないでしょ。音に対するこだわりだね、これは。ステッカー、そう、ステッカーまたケースに入れてます。はい、後ろにいるのはハムスターじゃないよ、ジュリアさん、こんばんは。釈迦、文鳥ですね。文鳥の釈迦ちゃんです。釈迦、釈迦おいで。あー、でも今出すとあれかな、うん、文鳥の釈迦です。お風呂に入ってるね今。こんばんは、ヒロさん。うん、小鳥さんですよ、小腹が出てきたね。引き締まったんじゃなくて、でかくなったね、肩と胸が。 T シャツがね、この辺で止まるようになったんだよね。
前より肩幅良くなってて、ただね、腹が出て、胸もね、ちょっとたるんできたから、鍛えないとね。弥勒菩薩ってどんなんだっけな。なんかこんなんじゃなかったっけ。なんか、ちょっとど、ん?こんなんだっけな、なんか。なんか独特だよね。弥勒菩薩姿勢って。考える人みたいな感じだったよね。いや、実際筋肉の量上がったよ。捨て頃でトレーニングしたから。ただね、リバウンドで太ってるんだよね。みんなが思ってるよりも顔パンパンだよ。毎日むくんでるもん。自分でわかる。食いすぎなのが。運動してなくて食いすぎだなーって。控えないとね。やっぱね、スタイルいい方がいいもんね。絶対女性リスナー嬉しいもんね。ご飯行ってらっしゃい。ハート10個ありがとう。今日のご飯どうしようかな。和戸さんのファンに物販、そうですね、物販今、もう一種類今度ピンバッジを作ろうと思ってるんですけど、2種類ピンバッジ用意する予定なんですけど、今、ステッカーがあります。デザイン黒って呼ばれてるステッカーはこっちですね。黒。で、赤って呼ばれてるのが、こっちの方ですね。これが赤。今、ステッカーは2種類あります。黒と赤の。で、物も欲しいなと思って、ピンバッジを今制作中ですね。終わったよ、もう。とっくに終わった。レトルトのカレーは料理じゃないかな。 あれ、レトルト食品は俺非常食だと思ってるから、栄養価ないでしょ。体壊すよ、レトルトばっかり食ってると。カップラーメンも食べないしね。さん、バーガー5個ありがとう。簡潔に教えていただけますか。簡潔に教えていただくか。どんな話だったっけ。 タイムシフト見て。 なんか話がずれると嫌だからさ、
なんか記憶って曖昧じゃないですか。で、曖昧な記憶を人に与えてしまうと誤解を与えてしまうことになるから。で、人とか関わってる話でしょ。あ、ねえ、レクチン誤解されたくないし、誤解も与えたくないし。うん。だから、レクチンの枠のどんな話だったのか、まあ、タイムシフト見るといいよ。YouTube にも動画上がるし。終わった話を俺は掘り返すのあんまり好きじゃないからさ。そうそう、そのために録画を残してるから。みすけありがとう。そうそう、伝言ゲームになってく。そう、リンゴの話がうんこの話になるから、うん、3番が味噌だよね。3番が味噌、3番味噌だったよね。てか付き合ってはいないんでしょ、うん、これで責任取らなかったら面白いよな。これで信用できないから別れるっつったらレクチャー何なんだってなるよね。全てを失うわけでしょ、うんうとね、シールの端っこの台紙を切ってクリアファイルに入れるっていうステッカーの梱包作業ですね。梱包作業です。これがステッカーです。作業したくなってきたって何？変わってもらいたいんだけど。はないよ。できればやりたくない作業だよ。
だからね、そのステッカー屋さんにもその相談したんだけど、どうしてもね、この形でしかできないって言われたね。似合う 作業が似合う。何のステッカー？俺のオリジナルステッカーだよ。俺のステッカー。和同ステッカー。2種類販売中。まあ、商品だからね、傷つけるわけにいかないからね。切る時の小指、無意識にやってるからどんな小指か分かんないわ。小指ピン 小指ピンってなってたね はず、なんか知んないけどすげえ恥ずかしい今。小指ピンじゃん俺。なんかこういう無意識って恥ずかしいよね。なんか小指ピンは恥ずかしいな。痛いとこついてくるのや。よく見てるわ。ウィキペディアに書かれちゃうのや。和道はカッターナイフを使うとき、小指がピンとするのである。ソースは和道の放送、ステッカーを切る回にて。参照。そろそろ腹が減ってきたな。何食おっかな。そうだね、お腹空いてきたね。パフェありがとう。パフェありがとう。
おい、ラッキーさんいらっしゃい。疲れたな。ああ、じゃあそろそろ終わりにしますか。いい時間になってきたし、ご飯食べて。ああ、全然全然、持ち歩くんで声かけてください。郵送販売もね始めてるんで、もし欲しい人いたら LINE ください。ありがとうございます。初見さんいらっしゃい。みゆこさんこんばんは。楽しんでってね。もし面白かったらフォローしていってください。作業細かいんだよね。神経質なんだよね。どっから来たの？その昔からこういう細かい作業を永遠と続けるのは好きな方かな。何も考えなくていいっていうか、でそれこそ頭を使いながらアルバイトとかでもこういうのやりたかった。あ、みこありがとう、フォローよろしくね。これからなんて言えばいいんだろうな、頭を使うのが好きだったから妄想にふけるって言った方がいいか。頭を使うっていうより喋りながら作業したりとか、頭使いながら作業するようなバイトとか結構好きだったかな。だからひたすら皿洗いだけとかやってたかったもんね。そしたらさ、頭の中でさ、
好きな漫画とか映画とかのシーンとかリフレインしながらさ、作業に没頭できるから。アゲアゲエブリナイトは知ってます？聞いたことあると思うよ。騎士団の人が歌ってたやつじゃない。お腹すいたよ、おかず。もう終わりにするよ。もうちょっとで切りよく終わるから。結構作ったぜ。シノブチームはどっち？ね、そろそろお風呂入ってゆっくりしようかな、今日は。あと寝る前に多分、セブンティーンで放送をしようかなと思ってる。セブンティーンか YouTube ライブかどっちにしようか迷ってるけど。クラブとかでパリピやってる印象強かった。いや、俺クラブ行ったことないよ。ライブハウスはもう小学生の頃から出入りしてたけど。あ、この白いステッカーの切れ端ですね。ステッカーの台紙、裏紙の切れ端です。テイスさんいらっしゃい。楽しんでってね。使うのも今日が最後か。ちょっと悲しいな。はい、じゃあ終わりにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。お疲れ様です。YouTube ライブなどで、やってますので、 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。 Facebook、Twitter、LINE などもアカウントがありますので、私個人に、メールをくださる方は、LINE に登録してください。 Twitter の DM はやってません。 Twitter はね、放送の告知と、あと普段の僕が思ってることとかをつぶやいてますので、もしよかったら Twitter などもよろしくお願いします。 Facebook やってる人はね、5000人限定で友達申請受け付けてますので、まだまだ空きがあるので、もしよかったら Facebook やってる方もつながってみてください。で、Facebook はね、俺の友達に誰がフォローしてるのかは、バレないように設定してますので、匿名性守られてますので、Twitter の、Facebook の方安心してください。それでは皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ。